はい、どうも皆さん、こんにちは。これから不動産鑑定士試験2024年、合格基礎講座、会計学の今日は第1回目ですね、講義の方をスタートしていきたいと思います。担当はベックセン講師の高坂です。はい、ではですね、今日からスタート合格基礎講座ね。はい、で、通常レックの場合には、まあ、今日からスタートする合格基礎講座で、この後に続く形になるんですが、必修論点総おさらい講座なんていうものもあります。通常このインプットと言われる、まあ、講義ですね。通常、インプットの講義はこの2本立てでいくような感じになります。で、今回は、まあ、今日からスタートするということで、合格基礎講座ね、まあ、ちょっと回数多いんですけどね、ちょっと最後までお付き合いいただきたいなと思います。で、最初なんで使う教材なんですが、使う教材は2つだけ、合格基礎のテキストと、それからもう1つ別冊で、高架家会計学、この2冊ですね。ただ2冊なんですけれども、その高架家会計学という教材に関しては、講座の中で特に扱う必、ことはありません。どちらかというと復習用教材という位置づけで考えていただきたいと思います。ですから、おそらく、まあ、ご自宅で見てる方が多いと思うんで、まあ、教材とかをカバンに入れてこう、どっかに運ぶっていう必要はないのかなと思うんですけれどもね。もしどっか、まあ、外で見ている人いらっしゃるかもしれませんけどもね、自宅以外の場所でご覧になっている方は、基本的にテキストだけ持ってきていただければ、講義については、受講することができます。ですから、合格基礎のテキストですね、それだけを使って講義をやっていきます。で、別冊の高架家会計学、まあ、皆さん高架家高架家というんですが、高架家に関して言うと、まあ、問題集のような形になるんですが、復習用教材だと考えておいてください。で、その高架家会計学というものに関して言うと、各問題があって、まあ、解説、解答例が載せてあるんですけれどもね、まあ、一応重要度がついてますので、またこれについてはまたおいおいちょっとお話をしていきたいと思うんですが、まあ、今日は1回目ということで、まあ、高架家会計学に関しては特に目を通す必要はまだないかなとは思います。ですから、とりあえず合格基礎テキスト、合格基礎講座で使う、テキストですね、こちらを使って講義の方をスタートしていきますので、あとは、まあ、適宜、まあ、マーカーつけたり、なんかこう、まあ、いろいろこう色をつけたり、まあ、少しこうメモ書きもしておいていただきたいなと思いますんでね。で、目標としては、この講座の中で、一応その合格基礎のそのテキスト、まあ、1冊ですね、だいたい終わりにはします。ただ、全部というわけには実はいきません。ちょっと重要度が低いところとか、そういったところはですね、ちょっと飛ばすところも部分的には結構あります。で、飛ばすところもありますので、まあ、全部やるわけではないんですが、まあ、基本的には一通りこの講座の中で、扱うことになります。ただ、この合格基礎講座、こちらの講座の中で扱うことができなかったテーマについては、先ほどちょっと触れたんですが、この後に、おそらく受講されると思いますけど、必修論点総おさらい講座という講座があります。まあ、そちらの方の講座の方でこう内容についてお話をしていきたいと思っていますので、ですから、この合格基礎講座ですね、合格基礎講座で、扱うことができなかった、でもまあまあ重要性があるかなと、まあ、重要性の高いところは全部この講座で扱いますけれどもね、まあまあ重要性が高いかなと思われるところは、その必修論点総おさらい講座の方で扱うことになるかなと思います。ですから、この今日からスタートする合格基礎講座、で、この合格基礎講座と、それからこの後に、実施されることになるかと思います。必修論点総おさらい講座という、この2つをセットにしてこう考えておいていただきたいと思います。で、まあ、この2つをセットにして考えて、まあ、このトータルで会計学一通りは終わりになるというような感じです。ただ、やっぱりこの合格基礎講座、この講座の中で特に重要なところはもう全部仕上げていきますので、ここはもう必ず会計学の中では重要性が高いと思われるところは、この講座の中で全部仕上げていきますのでね、しっかりと最後まで聞いていただきたいなと思います。で、あと、このテキスト、ちょっとこの後具体的に内容を見ていきたいと思うんですが、テキストの中に私の方で、アンダーラインをつけておきます。で、アンダーラインについては2つ種類がありまして、1つが実践、普通のアンダーラインと、もう1つが点線があるんですね。で、その
実践の部分で、これに関してはなるべく正確に覚えてほしいという意味で、アンダーラインをつけております。ですから、皆さんが復習する際にはこの、アンダーラインをつけているところをよく中心に復習しておいていただきたい。特に、実践がついているところについて言うと、これは詳しく、正確に覚えておいていただきたい。で、点線ですね、点線になっているところはある程度、まあ自己流表現でもまあ構わないかなという感じです。そういったことで、少し重要度については色分けしておいていただきたいと。実践については正確に覚えてほしいと。点線についてはまあ自己流表現でも構わないっていうことなんですね。あともう一つ最後に、お話をしておきたいのは、この会計学という科目なんですよね。で、この会計学という科目に関しては結構やっぱり好き嫌いは分かれます。で、おそらくなんですが鑑定士の試験ですね、いわゆる教養科目、教養試験なんていう、まあなんかそんな言い方されるようですが、民法と経済学と会計学、この3つをまとめて教養試験、まあ教養科目なんていう人もいるようなんですが、民法と経済学と会計学、この3つ全部バラバラです。全然お互いにつながりがないんですね。で、これを皆さんはおそらく同時に勉強されてるんじゃないのかなと思います。で、なかなかそういう意味で言うと非常にハードな試験、やっぱり不動産系トップの試験ですからハードな試験になるということで、まあ、大変だと思うんですが、その民法と経済学と会計学、このいわゆる教養試験、まあ、教養科目、この3科目の中でこの会計学、私が担当しているこの会計学という科目に関して言うと、一番のメイン科目であるいわゆる鑑定評価理論って言うんですかね、不動産の評価ですね、あれと多分一番近いと思います、教養試験の教養科目の中でいうと。ですから、その鑑定理論ですね、いわゆる鑑定理論、鑑定理論って多分皆さんおっしゃってると思うんですが、鑑定理論と会計学、私が担当している会計学は、まあ、内容は全然違います。もちろん内容は全然違いますけれども、勉強のスタイルというか方向性というか、それがかなり似通ってると考えておいていただきたい。つまりどちらもやっぱり正確にとにかく暗記するということが重要になるんですよ。で、どちらも基準というものがあるんですね。基準があります。で、その基準の内容は特により正確に覚えておいていただきたいという点ではどっちも同じだと思います。ですから、いわゆる鑑定理論と会計学、どちらも基準があります。その基準に関してはとにかくなるべく正確に覚えてほしいと。特に、最近の鑑定士の試験というのはもうずっとここ数年傾向続いているんですが、空欄補充という問題が、出題形式があるんですね。空欄補充はみんな本当に嫌がるんです。空欄補充は嫌だ嫌だと。なんで嫌がるかというと、空欄補充っていうのは正確に覚えないと空欄が埋まらないんですよ。正確に覚えないといけない。だからそういう意味で言うと、本当にいかに正確に覚えるかっていうことがすごく大事な科目になってくるので、そういう意味で言うと鑑定評価理論、まあ、鑑定理論ですかね、鑑定理論と会計学というのはかなり勉強のスタイルが似ている。とにかくまず正確に基準を覚えるということ、それから時折計算が出ます。まあ、鑑定理論は演習で計算が出るんでしょうけども、会計学も簿記を扱った問題でたまにですね、毎年じゃないんですが、たまに計算問題が出ますよね。まあ、そういったところも、まあ、まあ共通しているといえば共通しています。とにかく、これから勉強する会計学は鑑定理論と、まあ、非常に近いような勉強スタイルになるのかなと思います。とにかく正確に覚えるということですね。ただ、まあ、さすがにこの分厚いテキストですね、全部正確に覚えるというわけにはいかないので、先ほどちょっと触れました、テキストの中にアンダーラインがついていて、その実践ですね、実践がつけられる、実践がついているようなところ、実践でアンダーラインがついているところはなるべく正確に覚えてほしいと。なぜかというと定義に該当するようなところが結構多いんですね。まあ、全部というわけじゃないんですが、ですから定義に該当するようなところが多いので、そのアンダーラインが実線で引かれているところは正確に覚える。で、あとは点線ですね、点線が引かれているところについては、まあそこまで厳密でなくてもいいんですが、まあまあ多少自己流表現でも構いません。ただまあ多少は自己流表現でも構わないんですが、とにかく皆さんはこれから会計学というものを勉強して、そして最後は本番の試験を受けるわけですね。通常は2日目に行われます、会計学2日目ですね、2日目の午前中ですねに例年だと行われることになるわけなんですが、会計学はいかに正確に覚えるかということが大事です。なるべく自己流表現はつかない方がいい。これは私がもう何十年もこの試験ですね携わってきているんですけども、昔の二次試験の段階から、
ずっと携わっているんですが、やっぱり自己流表現で書く人っていうのは大概覚えてないんですよ。覚えなきゃいけないところが。だから要するに苦し紛れに自己流表現使っちゃってるから、表現の仕方がもう要するに専門家が見ると、あ、もうこれ違いますよっていう表現になっちゃってるので、どうしても評価で下げられちゃうんですよ。だからやっぱり会計学もきちんと得点を取らないといけない。で、会計学が終わった後に本番の試験は今度その後に鑑定理論につながりますんでね、会計学が できなかったりするとその後今度鑑定評価理論に、つながっていきますんで、すごく精神的にやっぱり辛くなるかなと思いますんでね。ですから、とにかく会計学は、正確に覚えるというところが大事になってきますんで、勉強するときは常に正確に文章を覚えるということを中心に考えておいてください。で、結構皆さんはどうやったら覚えられるんですかとかということを言われることもあります。で、これは私もあまりその覚え方のプロではないのでなかなか難しいんですが、その正確にですね、皆さんに適切なアドバイスを送れるかちょっとまあ多少自信がないところもあるんですが、どうやったら正確に覚えられるかということなんですが、これは私がまあ50数年生きてきた経験でいうと、人間の記憶っていうのは覚える、記憶するということはやっぱり私はインパクトだと思ってるんですね。だからよく言われる昨日食べたものって覚えてないんですよ。昨日です、昨日ですよ、昨日食べたもの覚えてないんですよ。でも30年40年前に学校の先生に怒られたことあるんですが、30年前、40年前に怒られた記憶はまだ残ってるんですよね。別に根に持ってるんですかと言われちゃったんですけど、別に根に持ってるわけじゃないんですけども、まあ、昔よく子供の頃怒られた記憶はあります。誰々先生、先生の名前まで覚えてます。でも昨日食べたことは覚えてないんですよ。やっぱり覚える、要するに人の記憶にこうインプットされていくということはインパクトが大事なんだろうと私は思ってるんですね。まあいろんな覚え方というのがあるのかもしれません。会計学もとにかく覚えるという、こう記憶していくという作業になるんですよ。記憶です、暗記です。とにかくひたすらこう文章を覚え込む。で、それはいかにインパクトを自分の中で、インパクトを自分に与えて覚えるかということが大事になってくる。だからただぼんやりと電車の中でつり革につかまりながら、重たいテキストを見ながらこうやって、これはこれはこれはなんていうふうに覚えていても多分それは記憶に残っていない。覚えるということはかなり強い衝撃を持って記憶の中に強く入れていかないとなかなか覚えない。よく皆さんから言われます、覚えても忘れるんですよと。これ、覚えても先生忘れちゃうんですよって、でびっくりしてる人がいますけどね。びっくりすることにびっくりなんですよ。覚えたことを忘れるって当たり前のことを言ってます。人間というのは覚えたこと全部忘れる動物なんで、だからこそ何回も繰り返さないとダメなんですね。だから覚えるという作業はインパクトを持ってすごく自分の中でこう強く意識をして覚えていかないといけないし、しかも覚えたことは結構簡単に忘れるという、これはもう誰でもそうなんですね。人間ってそういう動物ですから、覚えた後からもうどんどん記憶って忘れちゃいますんで、なるべく定期的にこの会計学に触れていきながら記憶に定着させるということも必要になってくる。とにかく覚えるという作業が会計学は一番大事な作業になってきます。で、その覚えるという作業はただ文言だけをですね、覚えても呪文のように覚えてもダメですから、これから会計学の中身について説明します。これはこういう意味ですよとか、これはこういうふうな構造になってるんですよ、この意味の解釈というのはこういうふうに、この意味というのはこういうふうに解釈すればいいんですよとかということで、意味についてはこれから一つ一つ、説明をしていきたいと思うんですね。で、その意味を自分の中で理解をした上で、あ、なるほど、これこういう意味なんですね、あ、これこういう意味なんですねということを自分の中で少しずつこう理解をしながら、最終的には文言を覚えるということになるわけなんですね。で、あともう一つ皆さんに言いたいのは、やっぱり納得できない部分って結構あると思います。文章を読んでて、でも納得できない部分は引っかかったらダメです。引っかかるんじゃなくて、これはもう自分の中で納得させた方がいいです。皆さんは会計学のプロになるわけじゃないので、鑑定士として、資格を取得して名前をつけて不動産鑑定士という名前をつけてバリバリと実務の世界で活躍して、たくさんお金稼ごうと思ってるんでしょうけどもね、そっちが皆さんの目標です。
会計学のプロフェッショナルになるわけじゃないので、会計学はあくまでも別に実務でも多分そんなに使わないと思いますよ、会計学は。だからちょっと部分的に納得いかない表現だとか納得できない言葉、それはあるでしょう。全ての内容が皆さん納得できるわけじゃないと思いますよ。でもそういう時は自分の中で納得させるということなんですよ、無理やりにでも。まあ、これこういうものなんだろうなと納得して次に進んでいかないと、他にもたくさん勉強しなきゃいけない科目があるわけですから、それにこだわるのは我々大学院ですね。大学院に通ってた時期もあったんですが、大学院生たちはそういう勉強しますよ。こだわって1時、大学院生なんて1ページ読むのに1週間かかったりするんですよ。1週間ですよ。1週間で1ページ読んだりするんですから、本を。そういう時間が取れるんだったらいいですけども、皆さんは多分そういう時間取れないはずですから、だから皆さんは限られた時間の中で結果を残していかないといけないということなんで、先ほど言いました、ところどころで理解できない、自分の中では理解しにくいな、納得できないなという部分あるでしょう。でもそういう部分についてはもう自分の中でこれはそういうものだというふうに理解をして先に行くというスタイルが大事なんですね。止まらないということです。あまり変なところで、変な細かい表現のところで、ここはどうしてこうなるんだろうな、どうして、でそれは大学院生たちが考えた、あるいは研究者ですね、研究者の人たちが考える内容なんですよ。なぜこれはこうでなきゃいけないのかとか、いろいろと研究者の人たち考えたりする。でも皆さんはそういう勉強ではなくて、言われた通りに覚えるというだけです。おそらく実務でも会計学だとあんまり多分使わないと思いますんでね、正直、まあ、全く使わないとは思わないですけども、まあ、でもあんまり使わないと思いますんで、あっさりと終わらせるということ、とにかくあまり変なところにこだわらないというところですね、まあ、その辺は気をつけていただきたいと思います。やっぱりとにかく会計学は暗記暗記暗記と、もどこまで行っても暗記です。なかなか覚えたそばから忘れると言われます、皆さんから。で私自身も普段生活してて覚えてもすぐ忘れます。でもそれは人間って多分そういう動物ですから、覚えたそばから忘れる動物なんですよね。でもそれはもう仕方がない、そういう動物なんだということなんで、じゃあどうすればいいかって言うと、もう定期的に繰り返していくしかないと。とにかく定期的に繰り返していって、そして徐々にインパクトを持って覚えていくということで、強いインパクトですね、思って覚えていくと。そうするとさすがに1回では覚えられないですよ。1回読んだだけで全部文章なんか覚えられないですからね。皆さんたまにそういう人いるんですが、先生なんか1回読んでも理解できないんですよねって。1回読んで分かっちゃったら大変なんですよ。これ専門的な内容ですから、1回読んだって普通分からないですよ。だからさっき言った大学院生なんか1ページ読むのに1週間かかったりするわけですから。ですから分からないところは当然部分的に分からない部分ってあるでしょう。でもそれはもう自分の中で納得させるということも必要になってくるので、とにかく繰り返して理解読む、繰り返して読んでいって、最終的には自分の中でこう、まあ、覚えるということが大事になりますんでね、まあ、とにかく、まあ、なかなか働きながら学習されている方が多いと思いますんで、なかなか時間って取れないかなと思いますけれどね、まあ、そんな中でも少しでも会計学に時間を割いていただいて、あまり 何日何週間も会計学から離れない方がいいです。まあ毎日やってくださいとは言いませんけれども、なるべく定期的に会計学には接するようにして、文章を覚えるという作業ですね、とにかくこれを続けていただきたいということですね。おそらく8月に試験があると思いますので、もうそれこそ8月の試験の直前までとにかく何回も何回も何回も繰り返して覚えるという作業が必要になりますから、まあ、そこのところしっかりと意識をして、これから勉強を続けていただきたいなと思います。まあ、ちょっと短いんですけどね、第1ユニットはこれからに今後の、まあ、会計学の学習法ということで、とにかく会計学は暗記が中心になるということを皆さんにお話をしたいと思ってました。とにかく暗記なんですね、特に基準ですね、基準なんかは暗記が必要です。だから鑑定評価理論とそういう意味で言うと多分近いと思います。鑑定評価理論と近いだろうなと。で覚え方なんですけども、インパクトを持って覚えるということをですね、とにかく強いインパクトを持って覚えていくということが大事になります。で覚えたそばから忘れるということも当然あるかと思うんですが、もうとにかく定期的に繰り返して覚えるということが大事になりますんでね、しっかりと何度も何度も繰り返して覚えていただきたいなと思いますんでね、なかなか最初は本当に覚えにくいと思います。大変なんだろうなと思います。ちょっと
まあ、最初なんで少し余談が長くなっちゃいますが、私、まあ、女房を連れて車を運転するときあるんですけど、ちょっと話変わっちゃうんですが、私道を覚えないんですよね。道を、でよく女房に怒られるんですが、だからそこじゃないでしょって、そこのだからそこのローションじゃ一つ先のローソンでしょって、なんでここで曲がんの毎回で、ごめんごめんって本当にとかって言われちゃうんです。うちの女房は一回通った道って覚えちゃうみたいなんですね。まあ、確かに隣乗ってると、まあ、よく覚えてるなと思うんですけど、私何回通っても覚えないんですよ。で、私これある程度、まあ、自分の中でも才能ないなと思ってるんで、道を覚える才能がないんだなと自分では自覚してるんですが、やっぱり覚えるというのはある程度多分才能も必要なんだろうなとは思ってるんですよ、実は。だからじゃあどうするかというと、女房は一発で道を覚える、私は何回通っても道を覚えない。そしたら女房が寝てる時に、まあ、一人で車を運転して、まあ、ナビつけながら、こっちかと思いながら運転して、で今度女房と、まあ、子供を乗っけて、まあ、車を運転して、まあ、間違いないようになるまで運転してるんですよね。やっぱそういう努力、まあ、努力というかですね、そういう努力って必要なんだろうなと、まあ、仕方ないからまあやってる部分もあるんですが、やっぱり道を覚えるのが本当に私苦手なんですね。そういう人は普通の人よりもたくさん道を通らないと覚えないですから、覚えるっていうのはそういうことも必要な。だから皆さんもこれから会計学ですね、やっぱどうしても覚えにくいと、何回やっても覚えられない先生、もう何回やっても覚えられないんだよな先生、言われちゃう時もある。でもそれはまあ、失礼かもしれませんが、多分才能がない、私が道を覚えないのと同じで、才能がないなと思うんだったらたくさん人よりも努力をするしかないと思います。ですから人が3回ぐらい通るんだったら自分が 5回通るとか、まあ、とにかくたくさん数をこなしていって、やっぱり覚えるしかないんだろうなと思いますんでね、努力をするということ、やっぱこれは大事になりますんでね、まあ、なかなか最初は覚えられないので、なんかこうモヤモヤしてるなという部分もあるかと思うんですが、だんだん会計学も覚えられるようになってきますから、まあ、最初の頃はまだ慣れてないんで難しいと思うんですけどね、少しずつ会計学にもだんだん慣れてきて、将来的には、まあ、1回2回読めば、あ、なるほどこれこういうことなんだろうなって、だんだん少ない回数で覚えられるようにはなるだろうと思いますんでね、まあ、そこまで我慢ですかね、やっぱり我慢が必要になるかなと思いますんでね、とにかく繰り返して、ちょっと覚えるのが苦手だなと思う人は人よりもたくさん繰り返して、とにかく覚えるということが必要になりますんでね、まあ、今後の勉強はそういう方向で、とにかくなるべく自己流表現、まあ、多少は結構ですけれども、自己流表現はあまり使わない方がいい、それよりもテキストに書いてあるような、あるいは基準に書いてあるような表現を覚えるということが一番大事になってきますので、まあ、そういった、勉強のスタイルを取っていただきたいなと思いますのでね、まあ、ぜひ、まあ、ちょっと長い回数にはなっちゃうんですけどね、まあ、しっかりと最後までお付き合いいただきたいと思います。ということで、第1回目の、まあ、第1ユニットはちょっとまあ、ガイダンス的な話ということで、まあ、ここまでにしたいと思います。で、ちょっと一回ブレイクタイムを挟んで、この次から内容ですね、テキストの方に移っていきたいと思いますので、まず一回ちょっとここで、まあ、ブレイクタイム小休止というかですね、ちょっと休憩を取りたいと思います。はい、ということでちょっと一旦ここでブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では、引き続いてユニット2に移ります。ではテキストなんですが、まあ、目次はちょっと飛ばしていきます。で中身の方なんですが、ちょっとプレゼンターに切り替えていきたいと思いますね。で、今日は第1回目ということで、会計学総論というところで、まあ、1ページ目ですね、テキストの1ページ目のところですね。で、まあ、この本書で学習すること、これはいいです、飛ばしてもらって別に構いません。で会計とかで、ね、この辺のところで、この辺はアンダーラインつけておりません。でこの辺は別に無理して覚えるような内容ではありません。とりあえずこの大小会計学総論というところなんですが、会計学総論というので、まあ、ちょっと次のページ以降になるんですが、そもそも会計って何かというようなところですね。その辺は直接あまり試験に出てくるようなところではないんですけれども、今日1回目ということになりますので、そもそも会計って何かみたいなところから少しお話をしていきたいと思います。でちょっと次のページなんですが、で実は会計といってもいくつかの種類に分かれるんですけどね、いくつかの種類があります。で、ちょっとすみませんですね、
会計ということ で基本的には財務会計というのが中心になります。でまた後で説明しますが、財務会計というのはこれ企業の外部にいる人たちに報告するような会計なんですね。外部に報告する会計です。企業の外部にいる人たちですね。でこの企業の外部にいる人にいろいろと報告をするんですが、財務会計と言います。で当然外部にいる人に報告をするからルールって必要なんですよ。勝手に報告されても困っちゃうので、外部、企業の外部にいる人たちに報告しますから、社会的なルールというものが必要なんですね。でただこれなしって書いてある、社会的な規制がないものもあって、でこれは覚えなくていいです。別に覚える必要ないんですが、最近はですね、この IR って多分皆さん聞いたことあると思うんですが、 IR 活動だとかインベスターリレーションズなんていうことで、これ企業のホームページですね、企業のホームページなんかを見ると IR 活動なんていうことで、インベスターリレーションズなんていうことで、まあでこういったこと覚える必要ないんですが、こういったこともまあ最近ではあるんですね。でインベスターリレーションズ覚える必要ないんですが、 IR ということで、まあ企業が例えばホームページですね、ホームページなんかで、まあ広報活動なんかをやる、例えば新製品が今度出来上がって発売しますよなんていうことで、そういったことをホームページ上で公開をするなんていうね。でこれは外部の人に向けて、情報を流すので、まあ、財務会計の一つだなんていう人もいます。でこれは IR というのは特別ルールって必要ないんですよ。だから企業によってスタイルが違います。ですからこれは制度に基づかない会計だなんていうことなんで、非制度会計ということで、インベスターリレーションズ、これは企業が独自に誰かから強制されるわけではなくて、まあ、独自にやってるような会計なんですよね。で最近ではこの IR 活動なんていう活動も行われているんで、まあ、一応非制度会計もあるんですが、ただまあ、これはもうほとんど例外だと思ってもらって構わないので、財務会計という外部に報告する会計はもうほとんど全てということで、制度に基づく、要するにルールの規制を受けるんですね。制度に基づく会計なんです。だから、会計学の本なんかには財務会計というのはいわゆる制度会計でありなんていう人もいます。まあ、あまり間違いではないと思います。ただ、まあ、細かい話をすると非制度会計もあるので、まあ、外部に報告をするということで非制度会計もありますからね、まあ、必ずしもイコールというわけではないんですが、財務会計というのは、まあ、ほとんど制度会計と同じというふうに解釈してまず問題ないです。で制度会計ということで、要するにルールの規制を受けるんですね、まあ、法律です、法令ということで。で具体的に会計に関連する法令法律というのは3つあるんですね。金融商品取引法という法律、昔は証券取引法と言ってたんですが、であとは会社法と税法と、でこの3つの法律があるんですね。ただ鑑定士の試験で問題になるのはこの一番上だけです。まあ、若干会社法も出てくることがあるんですが、税法はまず出てこないです。だから税法に基づく会計、税務会計とか、まあ、会社法、会社法会計とか金融商品取引法で、金融商品取引業会計ということで、会計に関する法律って3つあって、まあ、3つあってそれぞれこう会計というものがあるんですね。例えば税務署に申告をするということ、税務署ですね、税務署に申告をしますので、これは税法が影響します。まあ、税務会計と、ただこれは皆さんの仕事とは関係ないし、試験にまず出てこない、税法ですね、まあ、いわゆる税務会計なんか鑑定士の試験に出てきませんので、ここはまあ今気にしなくて、で会社法というのはちょっとこれは少し出てくることがあります、若干ですね。でもほとんどがこれです、金融商品取引法ですということなんですね。ですから皆さんがこれから勉強して鑑定士の受験生という立場で勉強していくのはほとんどが金融商品取引法会計です。金融商品取引業会計だっていうんですね。はい、ただまあ一応会計というのはこういうふうにいろいろ制度会計で、制度会計がこの3つの法律に基づいている会計ですよなんていうことで、いろいろ名前がついてたりします、会計というのは。まあ、別に試験に直接出てくるわけではないと思いますんでね、あまり無理して覚える必要ないんですが、まあ、これから皆さんが勉強するのはこの金融商品取引法に基づいた会計、これが中心だというふうに考えておいてください。で税務会計は勉強することはないですね。はい、でも次のページで結構です。次のページで今度は3ページ目ですね。
で、さっきちょっと触れてきちゃったんですが、3ページ目のところで、財務会計と管理会計で、ちょっとここはアンダーラインつけておきました。で、これは、まあ、点線ということで、まあ点線にしておいたんで、まあ、多少自己流表現入っても構わないんですけどね。というのは、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、でこの、財務会計ですね。財務会計とは、でこのとはっていうのが定義なんですね。で、定義はなるべく正確に覚えてほしいと、よく私は、いろんな機会で、説明しているんですね。定義は正確に覚えてくださいということで、財務会計とはという、ね、定義ですね。ただ覚えてほしいんですけども、これって基準に書いてあるような定義じゃないんですよ。だから学者の人たちが、会計ですね、会計に関する学者の人たちが考え出した定義になるので、若干テキスト、学者が書いてある本がありますよね。会計学って、会計学に関してその学者の人たちがいろんな本を書いている、その学者の人たちによってこの財務会計とはというこの定義の与え方っていうのは若干表現違います。これ基準に書いてある定義じゃないんで、だからそういう意味で言うと、これは点線にしてあるということなんですね。だからまあこのまま覚えなくてもいいです。このまま覚えなくてもいいんですが、まあでもまあなるべく正確に覚えてくださいねということで、定義ですね。定義はなるべく正確に覚えてください。で、財務会計とはということで、ちょっと右側の方に移っちゃいますが、企業の経済活動を貨幣学で記録、計算し、その結果を、で結果っていうのは財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況なんかを結果って言ってるんですが、これを財務諸表によって外部の利害関係者ね、この外部の利害関係者に報告する仕組み、まあ、システムのことを言うと。で、ここなんですね、この外部の利害関係者に報告をする。はい、財務会計で、これから皆さん鑑定士の受験生という立場で勉強するのは財務会計です。要するに外部に報告をする会計で、その中でも外部に報告をする会計で、これが財務会計なんですが、でこの報告をするときに3つ法律が絡むんですね。でこの中で、まあ、金融商品取引業会計が中心になるんですが、財務会計というもの、外部に報告、この外部の利害関係者に報告をするということなんですね。まあちょっと変な言い方ですけど、例えば赤ちゃんですね、赤ちゃんに報告をするすらないです。なんでかというと、赤ちゃんは企業と利害関係を持ってないからということなんで、財務会計というのは企業の外部にいる利害関係を持った人に報告をするという会計が、外部に報告をするんで、財務会計と言ってます。だから本屋さんに行くと、この財務会計というタイトルでいくつも本が並んでると思います。財務会計、いろんな本が並んでます。財務会計というのは企業の外部にいる企業と利害関係持った人に報告をするということを考えた会計なんです、財務会計というのは。じゃあ具体的に利害関係持った人って例えばどんな人ですか。でやっぱり筆頭に挙げられるのは株主です。この人が利害関係者、企業と利害関係持ってる人の中でトップに挙げられます、株主。それから、まあ、それと並んでということで債権者と呼ばれる人たちですね。お金を貸している例えば銀行さんでね、お金を貸している人です。で他にも利害関係を持っている人も、例えば誰ですかと、政府に税金を払ったりすることが、あるというか、まあ、税金払いますよね。だから政府に対して税金を納めるということをしますので、これで当然利害関係を持ったりすることがあります。で、あとはまあ政府等ということで、これは覚えなくていいんですが、例えば我々消費者だって企業と利害関係を持つことがあります。我々消費者ですね。それからその企業の中、例えばユニクロというお店がある、そのユニクロというお店があって、その中で働いている人がいます。その働いている人も利害関係を持っています。ですから利害関係を持っている人ってたくさんいるんですよ。ですからその会社の中で従業員という形で働いている人だとか、それから、あとは我々消費者ですね、我々消費者だとか、あとは
地域に住んでる人たちが利害関係を持っちゃうことがあります。例えば工場、家の近くに工場があると、工場があって騒音問題でうるさい、もう騒音問題で、ね、うるさくなっていると、例えばそういうことで利害関係を持つなんていうこともあります。ですから利害関係っていろんな人が持ってます、企業との間で。ただいろんな人が企業の外部ということで、企業の外部の利害関係者ということにはなるんだけれども、株主と債権者、この2人が中心です。まあ、特に株主ですね、株主が中心になるということになりますので、まあ、株主を中心に考えていただければ結構です。外部の利害関係者ということで株主ですね、あるいはまあ債権者、こういった人たちが外部の利害関係者の中心を占めているということになります。でこの人たちに報告をするということで、何を報告するんですか、あとまたちょっと後で説明しますが、その企業の財政状態がどういう状態なのか、経営成績がどういう経営成績、まあ、会社の利益みたいなもんなんですけどね、会社の利益がどれくらい上がってるか、経営成績です。からキャッシュフロー、これが1年間でどれくらい増えたり減ったりしているかとか、こんなことを報告するんですよ、会計というのは。ですから財政状態、財政状態だとか経営成績だとかキャッシュフローの状況だとかって、こういうものを、まあ、財務諸表という書類の束ですね、書類の束を作って、こういったことを一つ一つを報告をするというのが会計なんですね。ですから、改めて財政状態、財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況、こんなものをこの外部の利害関係者、特に株主あるいは債権者ですね、こういった人たちが中心になるわけなんですが、株主だとか債権者に対してこういう財政状態がどうなっている、経営成績がどうなっている、キャッシュフローの状況がどうなっている、そういうことを財務諸表という書類の、まあ、何枚もの書類の束があるんですが、この財務諸表というものを使いながら、まあ、レポートみたいなね、いくつもの書類の束があるんですが、そういうものを使って外部の利害関係者に報告をするということですね。はい、ということで、例えば A という会社があったら、株主とか債権者とか政府などの外部の利害関係者に報告をする。で、この時に財務諸表というものを作るんですね。で、財務諸表というのはこういった書類の束になったりします。で、中心になるのが貸借対照表、あれは損益計算書で、これもまあ財務諸表の一つなんですが、株主資本と変動計算書からキャッシュフロー計算書と、こういったところが中心です。で、特に中心なのはこの上2つで、最近はこのキャッシュフローもすごく重視されるなんていうこともあるんですが、これら4枚ですね、4枚の書類があります。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、この4つ、この4枚ですね、この4枚の書類を、まあ、まとめて財務諸表なんて言ったりします。まとめて財務諸表で、でこの4枚の書類を作って、まあ、フォーマットも決められていて、まあ、書き方ね、書き方も全部決められているんですが、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、こういったもの、まあ、他にもですね、細かい付属の書類みたいなものを作ったりすることもあるんですが、こういったものが中心になって、これらをまとめて財務諸表と言っています。で、これらを使いながら、これは全部作って、これ作るのね、会社の経理の人が作って、で外部に報告をする。で、まあ、簡単に中身を説明すると、貸借対照表ということで、期末時点、まあ、期末って会社の決算なんですが、会社の決算時点において、財政状態ですね、財政状態を表している書類です、貸借対照表。で、損益計算書っていうのは1年間、例えば4月から3月の1年間ですね、で4月から3月の1年間で経営成績、まあ利益なんですけどね、会社の利益がいくら出ているかみたいな。で、あとちょっとこれは難しいんですが、株主資本と変動計算書と、株主資本と変動計算書ということで、株主資本が1年間でどれくらい増えたり減ったりしているかって、あとはキャッシュフロー計算書っていうのがあって、これは1年間、これも1年間、例えば4月から3月の1年間でキャッシュフローですね、資金の流れというものを1枚の書類にまとめるということですね。
まあ、この4枚の書類ですね、この4枚の書類をまとめて財務諸表をなんて言ったりします。でこれ会社が作るのね。で会社が作って我々外部の利害関係者に公表しますよっていうことになるわけなんですね。はい、でちょっと次のページで、はい、で4ページ目なんですが、でこれに対して今説明した財務会計に対して今度管理会計というものがあるんですね。で管理会計は実は過去に鑑定士出たことはあるんですよ。めったにないですよ。めったにないんですが一応出たことはあります、管理会計という。ただ私個人的にはいいのかなっていう感じもするんですが、管理会計って本来は受験のそのなんていうんでしょうね、受験における会計学の内容には含まれてないんじゃないのかなと思ったりはするんですが、あの管理会計というのは多分皆さんほとんど勉強する必要ないと思います。一応過去に出たことはあるんですけどね、管理会計は皆さんは勉強しなくてもいいんじゃないのかなと思いますが、ただ言葉ぐらいは知っといた方がいいと。管理会計とはということでちょっとアンダーラインつけといたんですが、管理会計というのはさっきの財務会計とは違って内部の、まあ、利害関係を持っている人という、要するに会社の内部で報告されるものなんですよ。だから外部に漏れるようなものじゃないんです。基本的には内部にいる会社の内部ですね、会社の内部にいる人たち同士で報告をし合うようなものなんで、外部に漏れるようなものじゃないです本来は。これ管理会計と言ってます。だから内部でやってる、会社の内部でやってる話だからルールがないんですよ。だから自分の会社のルールに基づいてやればいいです。あの一般的なルールがないというんですね。ということで企業の経営者が経営方針や経営計画を設定し、さらにこれに基づいて行われて経営活動の結果を分析評価するための会計情報を提供することを目的とする会計であるということなんですが、ただこれ別にあの企業の経営者が報告をするっていうような、まあ、見方もできるんですが、これ逆のケースもあります。ですから部下が上司に報告をするということでも結構です。これはあくまでも、内部で行われている会計だから公のルール、一般的なルールがないんですね。だからあくまでも部下が上司に対して報告をする、逆に上司が部下に対して報告をする、伝達をする、どっちでもいい、どっちでもいいです。管理会計ということで管理会計ですね。例えば部下が上司に対して売上の状況だとかライバル企業の状況だとかを報告するだとか、あるいは逆でも上司が部下に対して報告をするということでも結構です。あくまでも管理会計というのは会社の中で管理をするという目的で、行われる会計ですから、内部にいる人たち同士であの報告をし合うような会計なんです。だから公のルールがないんです。うちの会社はこうやりますよとか、うちの会社はこうやってますよとか、別にそれはそれで構わないということね。はい、でその下でちょっとポイントということで、でこれちょっと確認なんですが、財務会計、これは前のページですかね、前のページでお話をした財務会計は外部の利害関係者ですね、外部の利害関係者に報告します。それに対して管理会計というのは内部にいる人たち同士で、伝達をし合うようなものが管理会計だということなんですね。だから財務会計は外部に報告をするという会計だから外部報告会計なんていう人もいるんですね。管理会計は内部にいる人たち同士でお互いに情報を伝達し合うということなので、まあ、内部報告会計なんていう人もいます。まあ、簡単で結構、この辺のところは簡単で結構ですかね。ちょっと覚えておいてください、はい、でちょっとその下なんですが、財務諸表ということでフィナンシャルステートメントというね、で F スラッシュが入って S ですね、 FS ということで、でちょっと財務諸表というものについてお話をしていきたいと思うんですねで財務諸表というのは先ほどちょっと触れたと思うんですが、書類の束みたいな感じです。ですから貸借対照表とか損益計算書とか株主資本等変動計算書、それからキャッシュフロー計算書、そういう何枚かの書類の束ですね、これをまとめて財務諸表で、結構財務諸表で書くのめんどくさいんで
FS って書いちゃう人結構いると思います。あの漢字で書くと漢字財務諸表って めんどくさいんですよ。意外と FS って書いた方が全然簡単なので、これ慣れといた、これは慣れといて、この略字ですね、この略字は慣れといた方がいいと思います。あの皆さんが実務でも財務諸表って、まあ言葉ぐらいは使うケースがあるかなと思います。でいちいち財務諸表って書くのめんどくさいので FS って書いちゃうんですよね。でこの財務諸表、まあ、FS ですね。でちょっとこれについて中身を、ね、次のページのところで説明をしていきたいと思います。で財務諸表、ね、財務諸表というのはいくつかの書類の束になるんですね。でその中で一つ重要な書類がこの貸借対照表というものなんですね。でちょっと一旦下がっていただいて、まあ、BS って書いてあるんですが、この1枚の書類なんですよ。この1枚の書類、通常真ん中で区切れる、真ん中で区切れて1枚の書類、これを貸借対照表、ちょっと上に戻っちゃいますが、でこれ英語でバランスシートということなんで、これも書くとめんどくさい、貸借対照表って めんどくさいので、普通皆さん BSBS って言ってると思います。 BSBS ですね、貸借対照表。でこの貸借対照表というこの書類、この1枚の書類ですね、 BS、 この BS というのは何を表したものかというと、期末でこれ決算です、会社の決算なんですが、決算の時の財政状態を表している。財政状態って何か、簡単に言うと財産がどれだけあるかみたいなことです。つまり期末で会社の決算なんですが、会社の決算の時にどれくらいの財産を持ってますかっていうことを、この貸借対照表という1枚の書類がそれを表しているってことなんですね。その下、つまりということで、どれ期末の時点、決算の時点でどれだけの財産を持っているかを表している、つまり期末の財産の保有額を表している。で一般にたくさん財産を持っている場合には財政状態は良好ですよ、財産が少ない会社は財政状態が悪いですよみたいな、まあ、そんな言い方をされるんですね。で、あの財産って言葉を使ってきたんですが、より正確には純資産って言葉を今使います。ですからこのちょっと縦にイコールをつけちゃいますが、この財産というのは純資産という言葉に置き換えた方がより、まあ、正確にはなるんですね。ですから純資産が、まあ、上に戻っちゃいますが、純資産が多い会社は財政状態が良好ですよ、純資産が少ない会社は財政状態が良くないですよ。で純資産って何か、純粋な資産ということなんですが、純粋な資産って何かといったら、資産から負債を引くというような感じです。ですから、まあ、例えばですね、一つの家計ですね、例えばうちの家族に例えると、家族で貯金が、まあ、多少貯金があります。で貯金がいくらあって、借金ですね、例えば銀行からローンを組んでもらってね、借金がありますというような感じで、例えばうちの家族の話をすると、預貯金ですね、預貯金の資産が例えば1000万円あると、1000万円の預貯金があって、まだローンがですね500万円残っちゃってると、借金ですね、借金が500万円残っちゃってる、そうすると1000万から500万円を引いて純粋な資産は500万円というような計算なんです。これ会社も基本的には同じということで、会社ですね、会社に関しても資産がいくらで負債がいくらで、この差額でもって純粋な資産で、これを今ここでは財産というような形で表現しています。純粋な資産がいくらあるのか、ちょっと具体的に説明すると、例えば負債が100億円あると、まあ、例えば銀行からの借金借り入れ、銀行からの借り入れが100億円あって、で、資産ですね、ちょっと一つ飛ばして資産が300億円、例えば商品があると、商品を仕入れてきて今手元にある、あるいは土地を買ってきたと、これが全て一つ一つが資産なんですね、これが300億円ある、この差額で真ん中のところで200億円ということで、
ということですね。でこの純資産というのは例えば株主からのか、資金の提供みたいな資金の受け入れみたいなものが該当します。で今言った話をちょっとすみませんね、今言った話をこの BS と呼ばれる貸借対照表ですね、貸借対照表という1枚のシートにまとめていくんですね。でこの BS、まあ、貸借対照表っていうんですけどねこの貸借対照表は真ん中で区切れるというイメージ、まず真ん中で区切れる。で右の方ですね、右の方の右の列ですね、こっちから見えていくんですが、この右の列はさらに2つに分かれるという感じです。でこの上の部分が負債ということで、例えば銀行からの借り入れです。銀行からの借り入れが100億円あると、ちょっと書いておきますかね。銀行からの借り入れが、まあちょっと単位は略しちゃいますが100億円ということで、でちょっとまあマス目の大きさと金額がちょっと釣り合い取れなくなっちゃいますが、銀行からの借り入れが100億円あると。で株主から例えばお金を提供されたということで、まあ、株主からお金が払い込まれたみたいな、これが例えば200億円みたいなことで、ちょっと今単純に、まあ、もちろんもうちょっとこう複雑な項目も入ってきたりはするんですが、ちょっと今単純に考えて、今 BS を真ん中で区切るという BS を真ん中で区切って右の列を説明しています。右の列というのはここの上のところは銀行からの借金が100億円ある、それから株主からの払い込みが200億円ある、そしてトータルで300億円で300億円あるんですが、これが資金の調達源泉なんて言われたりするんです。だからこの BS というのは真ん中で区切れて、右の列全体としてはお金をどうやって調達してきたのかということ、上のところは銀行から借金したと、お金を借りてきた、こっちのところは株主からお金を資金の調達を受けた、資金の払い込みを受けたと、で合計で300億、これが資金の調達源泉と呼ばれる、合計300億円あります。で今度は左の列に移っていただいて、この左の列が全部まとめて資産ということ、例えば現金だとか預金だとかっていう形でそのままお金を取っておいて、現金という方、あるいは預金口座にお金を預けておくという形、これも資産です。から商品を仕入れてくると、で今在庫で期末、今期末の話をしているんですが、期末に在庫で商品が残っちゃってる在庫です。から建物とか土地とか他にもいろいろあるでしょう。こういうもの一つ一つが全てうちの会社にとっては資産なんです。でこれが合計で300億円ですよっていう形になります。でこれで今真ん中で区切って、左の列と右の列全体でこうバランスを取っているということで、バランスシートと BSBS というね、ちなみに私はアルバイトなんですが、税理士事務所にアルバイトでちょっと働いてた期間があったんですけどね、これ全部もう今は端末パソコンですね、パソコンで全部計算してくれるんですが、パソコンで計算するんですよ。こうパチ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 入力する、こういうのを全部入力していくんですね。入力していくとパソコン上で1枚のシート全部自動でこの1枚のシートを作ってくれるんですが、ただこれが左と右の、まあ、合計でね、合計の金額が合わない時があるんですよ。合わないとコンピューターがシャットダウンしてくれないんですね。でエラーがありますとかメッセージが出てきちゃうんですね。もう分かってるんですけども、しかもそれが1円合わなかったですよね。1円合わないって別にもういいでしょうよとか思ってたんですが、まあ、面白いこと言うとあれですけどね、会計って細かいんですよ、金額扱うから。1円でも違ってるともうコンピューターがシャットダウンしてくれなくて、左の列の合計と、まあ、左は全部資産ですね、これだけの資産がある。右の列ですね、右の列は負債と純資産2つあると、まあ、これ合計で300億、この合計で
こっちも300億円、こっちも300億円で、両方がぴったり同じ金額にならないとダメなんです。ダメというのは、一枚のシートとしてエラーが出ちゃう。もし金額がずれてたりするとエラーが出ちゃうんですね。必ず左の列と右の列は合計で同じ金額になるようにできているということですね。左と右でこうバランスを取っているような感じです。バランスシートって言います。 BSBS でね。そして我々、例えば私も実は多少ちょっとですよ、ちょっとだけ株持ってるんですが、まあ投資家ですね、まあ投資家といえば投資家なんですが、我々株主ですね、投資家です。投資家はどこを見るかって、まあもちろん資産も見ます、負債も見るんですが、ここの純資産が差額で求められているという発想なんですよ。資産が300億円あり、銀行からの借金が100億円あり、この差額で200億円という捉え方をしている。で、この純粋な資産ですね。純粋な資産が200億円ある。これが多い会社が財政状態が良好ですよ、なんていうふうに考えます。ですからこの貸借対照表、まあ、BS ですね。BS です。だんだん慣れてください。言葉の使い方。BS、BS と。この BS を見たときに、最終的にはここを見る。純資産を見る。この純資産、まあ、200億円という金額なんですが、これは300-100で200で差額で求めるような感じです。差額でも差額で計算して、純資産の定義ですね。純資産の定義というのは資産から負債を引いた金額なんですよということになるわけなんですね。そしてこの資産から負債を引いて300から100を引いて200、これが純粋な資産なんですが、この純資産がたくさんある会社、たくさんある会社は財政状態が良好ですよ。財政状態が良好ですよというような感じですね。まずこれを1枚作るということ考えておいてください。会社ですね。会社というのは決算、会社が決算をやって、この貸借対照表、バランスシートという一枚のシート、これも財務諸表の一つになります。財務諸表の一つになります。ですからこの一枚のシート、貸借対照表を作る。そして貸借対照表というのは、この一枚のシートというのは企業の財政状態を表している。特にここの純資産、これこの純資産を見て企業の財政状態というのを見るわけですね。そういったところを我々投資家が、株主ですね、あるいは債権者の人たちも、まあ、見たりすることはもちろんあります。株主だとか債権者だとか、そういう人たちがこの一枚の書類、この貸借対照表という一枚の書類を見て企業の財政状態を判断するということになりますんでね、まあ、簡単で結構です。ちなみに私は税理士試験って受かもうだいぶ昔、何十年も前なんですが、税理士試験って受かってるんですよ。で、まあ最近の試験ちょっとあまり見てないんですが、税理士試験って何十年も前に受けたんですね。この貸借対照表って白紙で出てくるんですよ。回答用紙が何も書いてないんですよ。何も書いてなくて、まあ現金預金がいくらとかね、商品、これ全部自分でこう書いていくんですね。そういうふうにやって自分で書くんだと思って、うん、まあ大変でしたけどね。まあ税理士ってそんな試験です、うん、で皆さん税理士じゃないので関係ないですけどね。皆さんは不動産鑑定士ですから、そんな細かいことを気にする必要、そんな細かいことですね、気にする必要はないんですが、この大雑把に言ってこの1枚の書類ですね、この貸借対照表という1枚の書類、真ん中で区切れる。左が資産ですよ、右が負債とか純資産ですよ。そして右は資金をどうやって調達してくるかということ、調達源泉を表している。それと集めてきたお金を今度左の列に移って、資産という形で現金預金、そのまま現金預金で置いてたり、商品を仕入れてきたり、建物を買ってきたり、土地を買ってきたりとか、まあ他にもいろいろ項目があるんですが、全て資産ということで運用するというふうに考えます。でこれでバランスを取るということになりますね。一つ覚えておいてください。まあ、その下、貸借対照表は資金の調達源泉と資金の運用状態ですね。調達源泉、運用の状況で、差額でこの資産から負債を引いた差額で純資産というものを計上していって、この純資産が財政状態を表しているってこと、ね、企業の財政状態、はい、まあ、企業の財政状態を表していると、ね、でちょっと次のページなんですが、
で、この貸借対照表と合わせてこれも大事なんですね。この次6ページ目で損益計算書ということで Profit and Loss Statement ということで PLPL って略するんですが、この、はい、損益計算書ということで、まあ、これもめんどくさいんですよ結構漢字で書くのは、まあ、それだけなんですが、別にちゃんと漢字で書いたっていいんですけどね、損益計算書と。でも大体めんどくさいんで PL って書きます。ただすみません、ちょっとめんどくさいんで PL って書くって言っちゃったんですが、我々が普段こう例えば講義をやったりいろんな人に説明するときはいちいち損益計算書なんて書くとめんどくさいので PL なんですが、皆さんが回答ですね、皆さん受験生という立場で回答を書くときにめんどくさいっていうのは理由にならないので、ちゃんと損益計算書で書かないとダメです。 PL って書いちゃダメですからね。まあ、減点されるかどうかというのはあれですが、結局めんどくさいから PL って書いてるだけなんですよ。でも回答を書くときにめんどくさいというのはまずいですから、ですから皆さんが受験生として回答を書くときには、まあ、問題文に PL って書いてあればいいですよ、もちろん。それは問題文に書いてあるんだったらもういいですけど、それ使っちゃって構わないんですが、問題文にはそういう言葉を使ってないんだったら使わない。 PL なんて略字ですね。 略した言い方っていうのはしない方がいいです。あくまでも正式名称は損益計算書ですから。ただ面倒くさいので PL って書いてあるだけなので、略字はあまり使わない方がいいですね、はい。でまあ、ただ、まあ、講義をするときはまあちょっと面倒くさいので PLPL って書いちゃうんですが、 Profit and Loss Statement ということで PLPL で、これが損益計算書ということなんですが、これは損益計算書っていうのは、まあ、これも一番のシートになるんですが、これは一定期間なんですよ。だから例えば4月、まあ、1日ですね、4月1日から3月31日まで、例えばそういう感じ、一定期間ということ、だから期間なんです。一定期間における経営成績、例えばうちの子供、まあ、小学生なんですけどね、1学期2学期3学期と、例えば、まあ、通信簿もらってくるんですね。で通信簿もらってきて、これと同じです。皆さんも通信簿ですね、もらった記憶あると思うんですが、これ通信簿みたいな感じなんですよ。だから小学生だったら1学期2学期3学期と3つの期間に分けてそれぞれ通信簿っていうのをいただくことになるはずなんですが、それが損益計算書というのは1年間通期でもらうというとね、1年間にわたって成績なんです、会社の。で通信簿と同じような感じ、まあ、学校でいうと学校の成績みたいな感じで、損益計算書という1枚のこの書類なんですが、1枚の書類 PLPL、 この PL は、まあ、学校で言うと通信簿みたいなもので、1年間にわたってどれだけの成績を収めることができたのか。でその成績というのは何で見るかというと、その成績ですね、成績はこの利益の大きさで見ると言われているんですね。でこの損益計算書、まあ、PL なんですが、 PL も真ん中で区切れるんです。で実はこの PL に関して言うと別のフォーマットもあるんですね、別のフォーマットのもあるんですが、まあ、とりあえずちょっと、まあ、見やすいようにこのフォーマット使っちゃいますが、 PL ということでこれも真ん中で区切れて、右の列ですね、これが売上高ですね、会社の売上なんですが、売上を中心にして収益がここにバーッと並べます。だいたい売上が中心ですね。この右の列は売上を中心、まあ、売上高っていうんですけどね、売上を中心にして収益が右の列に計上されます。で今度は左の列に移って、左の列は会社にとっていろんなコストってあります、費用ですね。でこれが費用がいろいろとこうバーッと書かれています。で収益と費用の差額でもって利益を出していくということになるわけなんですね。でこの利益が会社にとっての成績なんです。だから利益が多い会社っていうのは成績がいい会社で、利益が少ない、例えば赤字ですね、赤字になってる会社は成績としては良くない会社だと、ダメな会社って言われちゃったりしますよね。まあそんなことで損益計算書、まあ、PL というものが出来上がりますよね。収益と費用があり、この差額で利益が出るということになるんですね。そしてよく例えられるのが、収益というのは成果なんだと言われるんですね。この成果だと。で、費用というのは努力だって言われます。
で、まあ、よく、まあ、例えてる受験生に対しては例えてるんですが、皆さん不動産鑑定士の受験生に置き換えれば、これが合格なんです。合格してたくさんお金を稼ぐ、これが収益なんですね。要するにこれが成果なんです。そのために皆さんは今一生懸命いろんなものを犠牲にして多分努力を払ってます。時間を犠牲にする、お金を犠牲にする、いろんな努力を払って、これが費用なんですよ。で、この2つを対応させて、まあ、差額で利益を出すというような感じですね。だから収益というのはよく成果なんだって言われます。会社、まあ、会社の成果ですね、1年間の。で、費用というのが努力なの、この成果を勝ち取るための努力ですよ。この差額で利益を出している、この利益が会社にとっての成績なんだということだね。1年間でどれくらいの利益を上げることができたのか、これが PL を見ると分かるということになるんですね、はい。まあ、とりあえずそこまでですね、はい。ということでこの時間は、ここまでで、貸借対照表 BS ですねバランスシート、貸借対照表 BS から損益計算書 PL、 この2つについて、まあ、簡単に説明しました。あまり、細かいところまで覚える必要はないんですが、まあ、大体のイメージですね、頭の中で、まあ、貸借対照表という、まあ、1枚の書類ですね、真ん中で区切れます。まあ、損益計算書もそうなんですね。まあ、それぞれ貸借対照表だとか損益計算書っていうのは財務諸表の中でも中心を占めると言われているんですね。財務諸表の中で、財務諸表の中で中心的な役割を占めると言われているこの BS と PL ですね。この2つどういう内容になっているか、まあ、簡単で結構ですからちょっと復習はしておいてください、はい。ではこのユニットはここまでにしたいと思います。では、間10分休憩取りたいと思います。10分休憩挟んでこの後半ですね、ユニット3から今度その次のページですね、次のページから、説明をしていきたいと思います。でちょっと一旦ここで、10分ほど休憩を取りたいと思います。はい、では引き続いて後半ユニット3から説明をしていきたいと思います。ではテキストは次のページですね、はい。ちょっと写していきますが、7ページ目になりますかね、はい。では、財務会計の機能をですね、ここからやっていきたいと思います。で、財務会計ちょっとプレゼンター切り替えますが、財務会計というのはもう一回ちょっと確認しますが、これは外部に報告する、外部の利害関係者ですね、外部の利害関係者に報告をするというのは財務会計と言っています。で、皆さんがその鑑定士の受験生として勉強するのは基本的に財務会計です。で、中でもいわゆる金融商品取引法ですね、まあ、金融商品取引法に基づく会計を中心にやるんですが、財務会計を皆さんは勉強する、外部の利害関係者、外部の利害関係者に報告をするということを目的にして行われる会計ですね、財務会計です。で、ちょっとその下ですが、財務会計の機能ということで利害調整をするという機能が、あるんですね、財務会計には。で、ちょっとこの利害調整というものを理解していただきたいんですね。で、利害調整機能の意義ということで、まあ、その下ですね、利害調整機能ということなんで、はい。で、利害調整機能とは私的な利害関係、つまり経営者、株主、債権者の間の利害関係を調整する機能であると。で、これどういうことかというと、この3つですね特にこの株主を中心にして、株主と債権者、あるいは株主と経営者、こういった人たちの利害がぶつかることがあるんですよ。で、その利害がぶつかっちゃった時にこれを調整するというのがこの財務会計に、まあ、求められている機能の一つだって言われてるんですね。で、この私的な利害関係、ちょっと詳しく見てみるとちょっと補足ということなんですが、株主、債権者ね、まあ、あるいは経営者なんかも今考えてもらっても結構なんですが、あの株主というのは基本的に株価とか配当に関心を持っているって言われています。株価がいくら、配当がいくら、こういったことに関心を持っているのが株主 で、この配当だとか株価っていうのは基本的には会社の利益の大きさに影響を受けるって言われているんですね。利益が多ければ株価も高くなるし、利益が多ければ配当も多くなるっていうことね。
で株主は自分で株を買う、まあ、私もじゃあ、まあ、多少ですね、多少私も株を持ってるんですが、株を持つということは要するに出資をするということになるわけです。要するに自分が持ってるお金、ね、財産なんですが、それを会社に預けるような感じです。で自分が持ってるお金ですね、財産を株会社に預ける。で具体的には取締役ですね、会社にお金を預けて、取締役がその預かってるお金を増やす、ね、お金をたくさん増やして、まあ、管理して運用して利益を上げているかそういうことに対して株主は非常に強い関心を持ってるっていうことをちょっと理解しておいてください。特にこの取締役ですね、まあ、経営者と言ってもいいですが、経営者に対して自分の財産を預けているという形になるんですよ。だから取締役、あるいは経営者ですね、経営者がちゃんと株主から預かっている財産ですね、株主から預かっている財産を適切に管理して運用して利益を上げるという、そういう責任を負わされるんです。取締役というのは経営者ですね、経営者というのはそういう責任を負わされるんで、これを株主から財産を預かっている取締役がね、取締役は株主から財産を預かっていて、その財産をもとに利益を上げていって、まあ、配当ですね、株主に配当という形で還元したりするんですが、財産を受託してそれを元に、それを元にして利益を上げるという責任を負ってるんですね、この取締役は。まあ、経営者で、経営者というのはそういう責任を負うということ、ちょっとこの辺まで理解しておいてください。で債権者なんですが、これはもう単純にちゃんと貸したお金が返ってくるかどうかということで、元本の返済があるか、まあ、利息の支払いなんかも、まあ、細かいことを言えばそういうことも入りますが、まあ、基本的には元本の返済が中心になります。で債権者というのは貸したお金が返ってくるかどうかということを気にしているわけですねでその貸したお金が返ってくるかどうかっていうことは財産の大きさがすごく大事になります。会社の財産ね。でこの会社の財産が少ないとなかなかお金返ってこなくなっちゃうので、債務を返済してくれないという可能性が出てきちゃいますからね。ですから財産が大事ですよって、債権者にとって、債権者にとっては会社の財産がすごく大事だと。あとは国とか地方公共団体はちょっと税金払ってくれるかどうかとかという形で、まあ、課税所得をちゃんと適正に計算しているかどうかとか、まあいろいろとですね、まあ利害関係というものを持っている。でちょっと次のページになっちゃいますが、こういう利害関係を前提にして、次のページですね、 8ページ目で、まず利害の対立、利害の対立っていうものを理解してもらいたいんですけどね、 8ページ目のところですね。で利害の対立なんですが、で具体的にはまずこの2人の利害の対立っていうものをちょっと考えてもらいたいですね、株主と経営者。ただちょっとこれ公式コメントに書いておいたんですが、この株主と経営者って別にいつもいつもお互いの利害が対立するわけじゃないんです。てか本来対立するようなものじゃないんですよ。でも時にはですね、時には利害が対立することがあります。ちょっと名前は出せないんですが、例えば日本の大きな自動車メーカーですね、で外国人の経営者なんかがいて、まあね、いろいろちょっと、まあ、問題があったとかなんかいろいろ言われてるようなんですけどね、例えばその外国人の経営者を、まあ、招き入れて、でも結果として会社に莫大な損害を与えてしまうようなことも、まあ、なくはない。そうすると株主が損しますので、その株主と経営者との間で利害が対立するということも時にはですね、そういうこともある、必ずあるわけじゃないんですが、株主と経営者ですね、はい、ちょっと一旦下がっていただいて、株主と経営者本来は利害が対立するような関係にあるわけじゃないんですよね。でも時には対立するという関係になってしまう。どういうことかというと、この経営者ですね、まあ、取締役と言ってもいいかもしれませんが、取締役、経営者は自分自身の利益を優先させてしまうという可能性があると。ということなんで、そうすると株主困っちゃいますから、だからちゃんと株主としては会社の財産をきちんと運用して利益を上げてほしいって言ってるんだけれども、経営者としては自分自身の自分の利益ですね、自分の利益を優先させてしまうなんていうことも、まあ、
状況によってはあるかもしれないということで、こうやってお互いの利害が対立する。でこの利害が対立することが時としてそういうことがあるわけなんですね。でこの利害の対立を解消していこうというのが、財務会計の機能の一つだって言われているんですね。でちょっと上に戻っちゃいますが、株主は自己の資金の管理と運用を委託するもの、まあ、私もそうなんですが、私も多少ですね株を持ってます。ちょっとだけ株を持ってます。自分のお金で株を買ったんですね。でその株を買ってその自分のお金を運用してくださいねということで、まあ、管理と運用を委託してるんですね。で他方経営者というのは地方の、ごめんなさい、資金の管理運用の権限委譲を受けて株主の利益の、ここですね株主の利益のために働かないといけないですか。株主の利益ですよ。株主の利益のために働くんですよ経営者というのは。でこの関係において受託者である経営者というのは株主から委託された資金を誠実に管理して運用するだけでなく、株主のために働くんだから株主の利益を最大化するようにちゃんと経営しないとダメですよ。こういう責任を経営者というのは負わされるということは、これは受託責任と財産ですね、財産の受託責任だなんて言ったりします。でこの太字にしたゴシック体ですね、ゴシック体にしてあるところは一つのキーワードだと思っておいていただきたいと。まあ空欄補充で出るかどうかちょっと分かりませんがね、まあ、ちょっとこういう言葉っていうのは会計学という学問の中ではキーワードになる言葉ですよということで、ちょっと空欄補充で出てくるかもしれませんし、まあ、単純に項目を書かせると受託責任なんていう言葉をですね、単純に書かせるという問題も、なくはないので、ちょっとこのゴシック体にしてある言葉ですね、ゴシック体にしてある言葉はちょっと強めに意識して覚えておいていただきたいと思います。受託責任を負わされているんだと、取締役で、ね、経営者というのは受託責任を負わされていると。しかし経営者は受託責任を常に誠実に遂行すると限らず、株主の利益よりも取締役は自分の利益ですね、自分の個人的利益というものを優先させてしまう恐れがある。ここでお互い対立が生じてしまうんですよということになるわけです。じゃあこういう対立をなくさないで、こういう対立を起こさせないようにするということで、ちょっとその下なんですが、そこで財務会計、まあ、外部に報告する会計なんですが、財務会計の利害調整機能ということで、ここで上で説明した株主と経営者ですね、この両者の利害対立を調整するための手段が財務会計である。すなわち経営者というのは自分が株主の利益に合致するように誠実に行動したことを伝達するんだということ。つまりちょっと上に戻っちゃいますが、僕たち経営者はちゃんとあなたたち株主のために私たちはちゃんと誠実に行動してるんですよということを伝達するんですよ、報告するんですね。ですから、その下で私たち経営者ですね、取締役、私たち経営者は株主のために誠実に行動しているんだということを伝達するということなのね。でその手段として受託資金の管理運用の状況とその結果としての会計報告を行うということ。で他方株主は経営者による資金管理の誠実性と資金管理能力を会計報告に基づいて判断することができると。あ、なるほど。じゃああなたたちはこの株主ね、株主の立場から見るとあなたたち経営者というのは、あ、なるほど、誠実に行動してくれた、誠実に我々株主の利益を最大化してくれるように誠実に行動してくれたということをその報告された内容から理解することができるわけなんですね。でこういうふうにしてこの経営者ね、経営者が株主に対してちゃんと会計情報を伝達していくことによって対立がなるべく起こらないようにしてますよということになってるわけですね。まあ、伝達すればこの経営者、ね、経営者が株主に対してこの株主って外部の利害関係者ですね、この会社の外部にいる利害関係者なんで、この経営者が外部の利害関係者にその会計情報を伝達することによって、そういう
対立が起こらないように、起こらないようにしているっていうことになるわけですね。で、ちょっと次のページなんですが、で実はもっと大きいのはこっちなんですね、9ページ目ということで、株主と債権者との利害だ、でこの2人ですね。で、この2人の利害対立ということなんですが、この2人は株主と債権者、この2人は常に利害が対立するということになってしまうんですよ。もう仕方がない、そういうものなんですね。どういうことかというと、ちょっと一旦下がっていただいて、株主と債権者っていうのは一般的に利害って対立しちゃうんですよ。なんでかっていうと、株主の立場で考えるとなるべくたくさん配当欲しいんです。で、配当というのは原則金銭なんですね。原則は金銭なんです、配当は。だから配当をたくさん欲しいと、例えば株主総会でそういうことを訴えたりします。株主総会の中で株主はもっと配当欲しい、もっと配当欲しいということを経営者に訴えたりします。利益配当ですね、利益から配当をもらうんですが、もっと多くください、もっと多くくださいと。でもそんなことばっかりやっちゃうと、会社のお金がなくなっちゃうので、今度こっちですね、債権者の立場で考えると債務を弁済してほしいわけなんですが、債務を弁済してほしい、貸したお金をですね、貸したお金を返してほしいんですが、そのためにはなるべく会社の中にお金を残しておいてもらいたいんですよ。だから会社の中にですね、会社の中になるべくお金を残しておいてもらいたいので、資金は社内に留保しておいてほしいわけなんですね。なるべく会社の中に、会社の中に、まあ、社内ですね、社内ということで会社の中にお金は残しておいてほしい。ところが株主はたくさん配当欲しいということになると、配当をどんどん会社が渡してしまうと、配当を配ってしまうと会社のお金がなくなっちゃうんですね。でもこっちから見るとなるべく会社の中にお金は残しておいてもらいたいわけです。ということで株主と債権者っていうのは基本的に利害って対立するものなんです。そもそも一般的に利害と、お互いの利害というものは対立するものなんですね。で、ちょっと長かったかもしれませんが上に戻っちゃいます。で、これを今言った内容をもっと細かくですね、詳しく説明したのがこの文章になります。で、さすがに最近の鑑定士の試験ですね、最近の鑑定士の試験でここからこのずっと何行にもわたってこうやって書かせるというのは最近あんまないんですよ。実は最近の鑑定士の試験、会計学ね、会計学に関して言うともっと短いんですね。回答一つ一つがもっと短いので、こんなたくさん書くことは多分ないかなと思うんですが、ちょっと 2,3 回繰り返しては読んどいていただきたいなという内容なので、ちょっとここから最後のところまで全部アンダーラインつけちゃったんですけどね、ちょっと軽く触れと、あの何回かちょっとざーっと読んどいていただきたいと、まあ、全部覚えですよないですけどね、ちょっと読んでいくと、株主と債権者との間の利害の対立なんだということなんですが、株主と債権者はともに企業に対する資金提供者である点で共通すると。そうです。株主もお金を出す、債権者もお金を出す。その点では同じです。お金を出してくれます。株主もお金を出してくれますし、債権者もお金を出してくれるんですね。ただ資金提供の見返りとして取得する権利の内容については、債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれちゃってると。債権者の方が株主と比べて不利な立場。これどういうことかっていうと、株主ですね、株主っていうのは株主総会に出るわけですね私もそんなたくさん出たことないんですけれども、株主総会に出て、まあ、いろいろ意見を言うことはできるんですよ。で、議決権を行使したりとかっていう、で要するに経営に対して、まあ、一応口を、まあ、挟むというか経営参与権ということなんで、株主というのは株主総会に参加をしていろいろ意見を言うことはできるんですね。で、また業績に応じて相当の配当金だとか社内留保の持ち分を取得しているということになるわけです。社内留保って会社の利益なんですよね。まあ、会社の利益ということで、これもまあ株主の持ち分だというふうに考えると、まあ配当金だとか会社の中に利益として留保する、
会社の中に利益として留保されている。これもまあ株主の持ち分だと見ることができる。でこういうものはいろいろ取得しているんですね。で他方債権者ってじゃあどういう人、債権者っていうのは貸したお金を返してもらいたいということなんですが、経営参与権がないんですよ。要するに株主総会に参加することができないので、自分の意見を言うことができないんですね。でまた利息の受け取り額も固定されているということで、まあ大体ですね、例えば固定金利みたいなことで、まあ貸したお金に対して利息ですね、まあ利子を受け取る、利息を受け取ることができるんですが、まあ、これも大体固定されているだろうと。でこのように株主と債権者の法的地位に関して言うと、差異が生じる状況下で、株主が企業の価値を低下させて企業の存続を危うくさせるような多額の分配を決議してしまえば、つまりもっと配当をくれ、もっと配当をくれなんていうことで、そういうふうに会社のどんどんお金なくなる、会社としてはお金なくなっちゃうんで企業の価値が下がっちゃうんですが、でそのくらいまで分配を、配当をたくさんくださいねということを決議してしまうと、債権者の権利は不当に著しく害されることになってしまう。会社のお金がなくなっちゃう。でここでお互いの利害が対立しますよということになってしまうんですね。でその下なんですが、でこういう利害の対立をどうやって調整するかというと、この両者の利害対立を調整するための手段が財務会計だと。すなわち分配可能額っていうのは実は決められちゃってるんですよ。つまりここまでは分配していいですよ、株主たちに配当という形で分配していいですよ、逆に言うとこれ以上は配当という形で分配することはできないということで、その配当という形で、まあ、株主にお金を分配するわけなんですが、その可能な、まあ、限度額みたいなことですね、分配可能な限度額みたいなものは決められちゃってるんですよ。だから企業の財産の配当による流出に歯止めをかけることで両者の利害対立を調整しているということになるわけなんですね。その辺のところちょっと簡単に覚えておいてください。要するに、まあ、分配可能な、まあ、限度額ですねを決めているということで、まあ、財務会計ですね。ちょっとモニター切り替えちゃいますが、要するに株主がいると債権者がいる、この2人がいるんですね。で例えば株主は株主総会に参加します。株主総会に参加して、例えばマイクのところにいてですね、もっと、配当くださいということで、もっともっとたくさん配当くださいということで言ったりする。でもだからといってたくさん配当が出ちゃうと、今度はですね、債権者の立場というものが危うくなってしまうということになるわけなんですね。債権者の立場が危うくなっちゃうんですよ。なんでかっていうと、債権者というのは、今度債権者がいて、債権者というのは自分がお金を貸してますから、お金を返してほしいわけね。でお金を返してほしいんですが、それはそのためには会社の財産を会社の中に取っておいてもらいたいという気持ちがあるわけです。ところが株主にしてみれば、ま、株主総会に参加してマイクの前でもっと配当くれと言ったりするわけね。そうするとこれでお互いの利害が対立してしまうので、じゃあどうやってその利害の対立を調整するかというと、財務会計というのは配当ですね、まあ、分配可能な限度額、配当可能な限度額、その株主に配当という形でお金を分配するんですが、その配当可能な、分配可能な限度額というのを決めちゃってるんですよ、計算上。だから計算上ここまでは分配していいで、株主に配当という形で分配していいですよ、逆に言うとこれ以上は株主に配当という形で分配しちゃダメですよということで、そこでこう一定の基準になる線を引いちゃってるんですね。そうすることによってこの株主と債権者との間でこう対立が生じてしまうということを避けようとしちゃってるわけなんですね。ということで株主と債権者というのはどうしても利害が対立するということになってしまいます。どうしても利害が対立する。だからその利害が対立しないようにするために、
配当ですね、配当という形で株主にお金を分配したりするわけなんですが、分配可能な限度額を決めているんだということ、そうすることによって、お互いの利害が対立しないように調整しているというところね。そこだけちょっと覚えるようにしておいてください。はい、でですね、ちょっと次のページなんですが、で、今度は財務会計の機能の2つ目ということで、今までは利害調整ですね、利害調整ということだったんですが、で今度は利害調整ではなくて情報提供で、これはあんまり詳しくやらなくていいと思います。情報提供機能ということで、投資者、まあ、投資家とかって言ったりすることもあるんですが、投資者とか投資家ですねに対して、まあ、証券投資、まあ、株式投資みたいな感じでね、証券投資の意思決定に役立つ情報を提供する、情報提供することによって、情報提供をすることによって投資者を保護して証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能であると。はい、あのですね、例えば我々が普段株式の売買をやってたりするわけだよね。で株の売買をやってたりするわけなんですが、あの、まあ、あまりこういうものに例えちゃいけないのかもしれませんが、私たまにですね、あの競馬というものをやったりすることがあるんですが、で競馬というのは競馬新聞というのがあるんですね。まあ、あんまりこんなものにと一緒にしちゃいけないのかもしれませんが、競馬を、まあ、馬券を買うんですけどね、馬券を買うんですが、その時競馬新聞ってあるんですね。それを見ながら、この馬が1着になるんじゃない、この馬が2着になるんじゃないかと、それと同じような感じです。株式投資をするときも、まあ、株式投資をするときにやっぱり何かこう必要になる情報って必要なんですね。情報が必要ですよと、まあ、それが財務諸表になってくるんですが、その財務諸表を見ながら証券投資、要するに株式の売買ですね、これまあ、ある意味ギャンブルといえばちょっとギャンブル性あるんでしょうけども、証券投資、株式投資なんかをするときに、その、財務諸表というですね、まあ、書類の束なんですが、それを見ながら、うん、ここの会社の株を買った方がいいのかな、むしろ逆にここの会社の株は今売っちゃった方がいいんじゃないのかなとかって、証券投資に関する意思決定をするということだね。でその証券投資の、まあ、株式投資なんですが、株式投資の意思決定をするときに情報が必要なんですね。ですから、まあ、競馬の馬券を買うんだったら競馬新聞というのが必要になるのと同じような感じで、証券投資をするときも何か情報というものが必要になるわけで、この情報に基づいて我々は証券投資を行うと、証券投資の意思決定を行っていくということになりますからね。でこれが財務諸表なんですよ、財務諸表というね。できちんとその証券投資を円滑に行うため、証券投資の意思決定というものが我々は普段から意思決定をしますんでね、そういうものが円滑にできるように情報を提供しておいてくださいねということになります。証券投資ですね、まあ、株の売買です。証券市場で株式の売買なんかをやってるよね、株式の売買をしますので、その株式の売買がまあ円滑にですねできるようにということで、円滑に遂行できるように、その機能を円滑に遂行できるようにするという機能なんだということですね。あの情報を提供するということで、我々投資家ですね、まあ、投資者って書いてますが、我々投資者に対して企業の情報ですね、企業に関する情報をきちんと提供するというのが財務会計なんですよ。でこれにこの情報ですね、この情報に例えば嘘があったと、虚偽ですね、虚偽の記載があったなんていうことになると、我々は何を信じていいのかわからないと。あの株式投資、まあ、私はあの全然そんな大した金額じゃないですが、株式投資をする人ってめっちゃくちゃな金額らしいんですよね。私はそんな大した金額投資してないんですが、あともうそれこそ、家にある財産ですね、財産をみんな株式投資に回しちゃうなんていう人もいるかもしれない。でもし情報に誤りがあったりすると、我々証券投資をしている人たちから見ると意思決定を誤っちゃう可能性があるんですね。そうなったら何を信用していいのか分からなくなっちゃう、それともう怖くて株の売買もできなくなっちゃうなんていうことで、そうすると証券市場がもうあの機能しなくなっちゃうんですね。だからそういうことにならないようにするために、正確にちゃんと情報を提供してくださいねと、情報を提供して我々投資家を保護して、投資者を保護してくださいねというね。で嘘はついちゃダメですよって、嘘なんかついちゃったらもう怖くて
怖くて株の売買できなくなっちゃうので、証券市場がその機能を円滑に遂行することができなくなっちゃうので、そうならないようにちゃんと財務会計、外部に報告する会計なんですが、外部に報告する会計ということで、しっかりと情報をちゃんとした情報を提供してくださいねということね。はい、まあ、とりあえずそのくらいだけでこの辺だけちょっと 2,3 回繰り返して少し読んどいてください。無理して覚えなくてもいいんですけどね。ちょっと情報提供という機能もあるんだということぐらいはちょっと 2,3 行だけ読んどいてください。はい、ではちょっとその下ですね、ずっと下がっていた制度会計ということで、ちょっと次のページなんですが、で制度会計ということなんですけれども、ですか、なんかいろんなこう会計会計という言葉がつくものがたくさん出てきて、ちょっとこんがらがっちゃってるかもしれませんが、制度会計というのは基本的な財務会計とほとんど同義です。だから財務会計は制度会計とほとんど同じなんです。ただ細かい話をすると、今日の授業の中で講義の中でお話をしてきたんですが、財務会計、要するに外部に報告する会計の中で IR というインベスターリレーションズということで、 IR っていうのが、まあ、出てきちゃってるんで、そうするとあれは制度会計ではないんですね。別の制度に基づいてるわけじゃないんで、だからまあ財務会計と制度会計がイコールではなくなっちゃってはいるんですが、まあ、基本的には大体イコールだというふうに考えてもらって、そんなに間違いではないですから、財務会計ですね。財務会計ということで外部に報告をする。で、外部に報告をするということは基本的には一定のルールが必要だというふうに考えるんですね。だから、まあ、3つの法律があるってちょっと言ったかなと思います。会計に関しては3つの法律があるんですが、そのルールに基づいて、制度に基づいて行われる会計が制度会計で、財務会計とほとんど大体同じ意味です。財務会計と制度会計というのは大体同じ意味なんだということね。はい、で制度会計というのは、まあ、要するに制度に基づいた会計のこと。制度というのは法律なんかなんですね。で制度会計、要するに制度に基づいた会計の目的とするところはということで、企業の先ほど言いました分配可能な限度額みたいな、分配可能額ですね、これを算定するということが一つと目的だね。制度会計の目的の一つとして、分配できるお金がどれだけかっていう、あとは通常1年間で業績の利益も収益力、どっちでもいいですが、会社の収益力、どれだけ利益を上げられたのか、これを適正に測定表示をして、あとは株主がお金を出してくれます。基本的に株主が出資した財産額を管理運用保全する責任である、いわゆる、まあ、取締役でも結構ですが、経営者取締役の受託責任というものを明らかにするということが制度会計の目的なんですよというね。で、こうすることによって我々企業の利害関係、外部の利害関係者、投資家の人たちは判断というのは株式の売買なんかが中心です。株式の売買ですね、証券投資、株式投資ですね、株式投資に関する判断です。株式投資に関する判断を誤らないようにさせないといけないんだというね。さっきも言った株式投資ですね、本当にたくさんのお金を投資している人がいます。それこそ何千万、あれは何億ですね、あれはもっとかもしれませんが、そんなお金を投資しているなんていう人も いたりします。ですからそういう株式投資の判断を誤らせないようにしないといけない。で、これが制度会計の目的だと言われているんですね。で、この目的を達成するために、その下、制度会計というのは3つの特性を持つと言われているんですね。で、具体的には今上で説明した制度会計の目的でね、制度会計の目的を達成するためには、制度会計の持つ特徴、まあ、特性と言ったりするんですが、制度会計が持つ特徴、特性は3つあるんだと。で、まず1つは制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力または公弁力を
重視する検証可能性、まあ、非常に難しい言葉を使っていますが、さすがにこの文章は覚えられないと思うんですが、この検証可能性ということで、これは外部の人が検証するということが必要になるんですよ。例えば皆さんが将来、まあ、鑑定士として独立をするということで、税務署に申告をするなんていうことがあるかもしれない。ちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば鑑定士として将来独立をする、で鑑定士で独立をして将来税務署の方に、税務署ですね、税務署に申告をするなんていうことがあるかもしれない。その時に例えばレシートというのを取っとかないと、何か例えば経費でね、事務所の経費として認めてくださいなんていうことは認めてくれなかったりするね。レシートっていうのは証拠力になったりしますんで、ですから証拠力あるいは抗弁力を持つ、例えば一般のレシートですね、だからレシートって取ってないとダメなわけなんですよね。ですから税務署に例えば申告をするなんて言った時に、その税務署としてはそのレシートですね、レシートを見ながらいろいろチェックをするなんていうこともありますので、外部の第三者、例えば税務署ですね、税務署の人たちが後からチェックをするということも必要になったりします。ですから証拠力、抗弁力に基づいて会計というのはやらないとダメですよ。第三者が、例えば税務署です、税務署の人たちが後から、まあ、企業の第三者という立場で本当にその数字が正しい、金額ですね、金額が正しいかどうかを検証するという必要が出てきたりするので、証拠力、抗弁力があるようなそういうものに基づいて会計というのはやらないとダメですよということになるわけなんですね。検証できなく、出ないと検証できなくなっちゃうので、第三者はね、第三者が検証できなくなっちゃうので、検証可能性というのが確保されないといけない。それから利益分配目的のための支払い財源、また企業が税金を負担する能力である担税力を重視する財務安全性保守主義、これ同じ意味です。保守主義という、保守主義性という言葉と財務安全という同じ意味だということなんですが、どういうことかというと、例えば税務署に税金を納めますよね、から株主に配当を払ったりするんですね。これ原則としてはどちらも金銭なんですよ。まあ、例外もありますけれども、原則は金銭なんですね。だから株主に配当しますよね。これまず税務署に税金を納めないといけない。税務署に行って、税務署に行って税金ですね、税金を納めてこないといけない。それが株主に対して配当も払わないといけない。どちらも原則は金銭なんですね。ということは会社の中に金銭が手元にないと、税務署にお金払う、税金払うこともできなくなっちゃうし、株主に配当を払うこともできなくなっちゃうんですよ。だから手元に金銭っていうのは必要なんですね。金銭が必要ですよ。でないと会社が潰れちゃいますから、会社が潰れてっちゃうね、会社が存続できなくなっちゃうので、例えば利益ばっかり出てる、利益ばっかり出てるんだけど金銭がないっていうケースも考えられるんですね。でそうなっちゃうとまずいわけですね。利益はたくさん出てる、だから税務署に税金払わないといけない、あるいは株主に配当しなければ、でも手元に金銭がないという形になっちゃうとお金を払うことができなくなっちゃうから、本当は取っておかなきゃいけないお金、本当は取っておかないといけないお金を税務署に行って納めてきたり、それから株主に配当するということで使っちゃうということになっちゃうと、会社の存続の危機が、まあ、叫ばれちゃうんですね。だから財務安全性とか保守主義って言ったりするんですが、やっぱり安全に会社を経営していくと、ずっとこれから先も安全に会社を経営するためには利益の分配目的のための支払い財源、または企業が税金を負担する能力の担税力を重視しないとダメですよ。つまり金銭を手元に置いとかないとダメだって言ってるわけですね。手元に金銭を置いとかないとダメですよということになります。あとは制度的実行可能性という特性を有するということなんですが、で制度会計の円滑な遂行を図るための制度的実行可能性という特性を有するということなんですけどね。これもちょっとなかなか初めの段階だと理解しにくいと思うんですが、制度会計というのは理論じゃなくて実践として使えないとダメなんですね。実践として使えないといけないんですよ。だ例えばまた、後々の講義の中で扱っていくんですが、会社が持っている土地ってあるんですね。
会社が持ってる土地があって、これって時価では評価しません。なんで時価評価しないんですかって聞かれたら、評価しないんじゃなくてできないんですよ。なんでかというと、会社が土地を持っている、この土地って実は取得原価っていう言い方するんですが、いくらで買ってきたのかで評価をするんですね。時価では評価しません、土地は。なんで時価で評価しないんですかって聞かれたら、時価で評価するって言っちゃったら不動産鑑定士の仕事がもう異常に増えちゃうので対応できなくなっちゃうんですよ。会社でたくさんありますからね。ですから会社が持ってる土地を時価で評価するなんて言われちゃうと、不動産鑑定士の人たちがもうノイローゼになっちゃって、仕事が多すぎてノイローゼになっちゃいますから、だから当然できないわけなんですね。だからいくら理論としていいと言われていても、制度として実行できないと意味がないと言われちゃうので、制度会計というのは実行に移すことができないとダメなんですよと。単に素晴らしいだけじゃダメなんです。いくら素晴らしくても実行に移すことができなかったら意味がないんだと言われているんで、制度的実行可能性がないとダメなんですよ。要するに制度会計ですね。制度会計というのはいくら素晴らしいと言っていても言っているだけじゃダメなんですよ。ちゃんと制度として実行できないとダメ。例えば土地ですね、会社が持っている土地を時価評価した方がいいなんていう人もいます。時価評価した方がいいという人もいますが、でもできるんですか、そんなこと。できないですよ。これだけ会社があって、これだけの会社の数があって、みんな土地を持っていて、これを全部時価で評価するなんて言ったら、もう不動産鑑定士の先生たちはもうノイローゼになっちゃいますから、無理できないわけですね。だから制度として実行できるようなものでないとダメなんだと言われているわけですね。だからこの3つの特性を制度会計というのは全て持たないとダメだと。制度会計というのは持ってますよということになります。制度会計の特性ということで、制度会計というのは検証できるんですよと。後から検証できますよということ。金額とかね、金額なんかについては後から検証できますし、それから利益を分配したり税金を納めたりするときにちゃんと金銭の裏付けがないとダメなんですけどね。ちゃんとそれもありますよということで、財務安全性、保守主義性もちゃんとありますよと。それから制度会計というのは実行可能なものなんだということで、実行可能性というものも持っているんだということで、この3つですね。はい、この3つちょっと覚えておいてください。あとちょっとその下なんですが、これはやっぱりあんまりいいかなと思います。先ほどちょっと今日の講義の中でお話をしてきたんですが、会計に関する法律って3つあるんですよ金融商品取引法と税法と会社法ですね、3つあるんですが、この3つって実はつながってる部分もあるんです。だからトライアングルなんていう、これ三角形というふうに見立てて、会計に関する法律ですね、3つあるんです。でこの3つの法律というのはお互いつながってたりするんで、トライアングル体制なんていう人もいるんですけどね。で、まあ、あまり覚えなくていいかなと思いますが、とりあえず会計に関する法律は3つあるということをちょっと理解しておいてください。会計に関する法律は3つあるんだと。で、3つある中で皆さんが受験生という立場で勉強するのは金融商品取引法会計、これが中心だということですね。で、たまに会社法会計も出ます。たまにですかね。会社法会計ではこうなってますよということで、たまにそういうことなんで、税法ですね、まあ、いわゆる税務会計というんですが、税法に基づく会計、これはもう皆さんやらなくていいと思いますので、ね、ただ一応この3つの法律があるんだということだけちょっと理解をしておいてください、はい、ということで、このユニットでは制度会計ですね、ちょっと最後にお話をしたような内容ですね、まだまだちょっと、現状だ と, ちょっとなかなかこう、言葉難しいなというところもあるかなとは思うんですけどね、制度会計の特徴ということで、特性ですね、制度会計の特性、まあ、そういったところをですね、もう一回ちょっと、繰り返して読み直しておいていただきたいと思いますね。復習しておいてください、はい、でですね、このユニットは一旦ここまでということで、ブレイクタイムを挟んで今日最後のユニットに移っていきたいと思います。ではちょっとブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いてユニット4に移ります、ではテキスト次のページで、12ページ目ですね。で、金融商品取引法会計ということで、これを皆さんが中心に勉強していただくことになるんですね。で、まあ、この辺は読まなくていいです。ちょっとアンダーラインつけたところなんですが、
ここでという金融商品取引法は国民経済の適切な運営と投資者保護に資するため有価証券の発行及びその他の取引のを構成にしかつ有価証券の流通を円滑することを目的にしているんだということで、まあ、立法趣旨というかこの法律金融商品取引法というのは結局有価証券の流通を円滑することを目的として作られた法律なんだということ、要するに我々投資家が円滑に株の売買、有価証券の売買なんかをできるように、円滑にね、はい、金融商品取引法というのは我々一般の投資家、まあ、ここでは投資者って言葉使うんですね、投資者って言葉使ったりするんですが、まあ、同じ意味です、投資家ですね、投資家の人たちが有価証券の、流通を円滑にするということを目的にしていると、まあ、売買ですね、有価証券を発行する、まあ、企業が有価証券を発行します、でそれを我々投資家が売買すると言ったりするんですが、そういったことが一つ一つが円滑に行われるようにするということを目的にしてこの法律ができているというね。で、まあ、税法改憲これはやらなくて、税法改憲はやらなくていいです。でちょっとその下ですが、この金融商品取引法改憲、今上で説明した投資者、まあ、投資家保護を目的としている、でこれと、まあ、これあんまり出てこないんですが会社法改憲というのはあるんですね。でこれはお互いちょっと保護する対象がちょっと違っちゃってるんですよ。で金融商品取引法というのは我々株の売買ですね、株の売買なんかをやる投資者なんていう言葉を使ったりするんですが、まあ、一般には普通投資家と言ったりするんですが、投資家を保護するということを目的にしています。ですから現在の株主あるいは将来株を買ってみたいなと思っている人もいるかもしれない、そういうまあ潜在的な株主なんて言ったりするんですが、そういう人たちを想定しながら株の売買、株式の売買ですね、でこれが円滑に行われるようにということを目的にしてこの法律ができているということなんですね。特に上場企業、ね、上場企業なんかは損益がどれくらい出ているかなんてことはちゃんと正確に公表しないとダメですよと、でそれが一般の投資家の保護につながっているということ、正確に株主ですねなんかに情報を伝える。ところが会社法ということで、まあ、あまり詳しく理解する必要はないんですが、会社法というのはどっちかっていうと株主よりも債権者よりだって言われてます。株主ですね、まあ、株主のことも考えますけどね、株主のことも考えますけど、どっちかというと債権者よりだって言われているんですね。銀行なんかのお金を貸してくれる人ですね、この債権者、銀行などの債権者を保護するということを想定して、この債権者、銀行が企業にお金を貸す債権者の立場を保護するということを中心に考えているのが会社法だと。だからちょっとその人ね、そういったところからこういう違いも出てくるんですが、金融商品取引法の場合には投資意思決定に資するような情報を提供するということを目的にして考えています。つまり株の売買を想定します、株の売買を想定しているので、株を買ってみようかな、どうしようかなということで、そういう意思決定に役立つような情報を流すと、まあ、そういうことを考えた上での会計なんですね。でそれに対して、こっちの会社法ですね、会社法について言うと貸したお金が返ってくるかどうか、そこが大事なので、債務を弁済できる力があるかどうかということを考えるんですね。きちんと債務を弁済できるかどうかの判断に役立てるための会計なんだと。でちょっと次のページになっちゃうんですが、で計算構造なんですが、もうここはちょっとあんまりまあいいかなと思うんですが、実態開示のための計算構造ということで、当期の財政状態、経営成績を適正に表示するために会計を行うということで、まあ、財政状態、経営成績ですね、財政状態、経営成績で、この財政状態が前半の講義で扱ってきたように BS というバランスシートですね、貸借対照表で明らかにされます。で経営成績というのが、損益計算書という、まあ、PL ですね、 PL で明らかにされると、まあ、財政状態だとか経営成績を明らかにする。
ところが会社法ってちょっと違う、会社法ですね、会社法というのは債権者を保護するということを目的にしているので、分配可能な限度額ですね、分配可能な限度額、分配できる利益、分配可能な利益、あるいは分配できない利益がいくらなのかということで、そういうことを明確に規定しちゃってるんですよ、会社法というのは。ですからここまでは分配していいですよ、これ以上は分配しちゃダメですよということは明確に線を引いてるんですね。でそうすることによって債権者、銀行さんなんかね、銀行さんなんかの債権者の立場を守りたいと思ってるわけなんですね。で具体的にこの処理規定なんですが、会計処理ですね、これは企業会計、ちょっと今日はできないと思いますが、企業会計原則、次回やりますけどね、企業会計原則とかも仲介というのがあるんですが、ここに具体的な処理の会計処理はこうしてくださいねというのが書いてある。で会社の場合には会社法施行規則というのがあるんですね。でこれはあくまでも処理です、会計処理で表示の仕方、あの財務諸表ですね、財務諸表に表示をするということで、あの1枚のシートを作るって話をしてきました、今日の講義の中で貸借対照表とか損益計算書ですね、1枚のシートを作るんですが、表示の仕方の問題で、これは企業会計原則中間にもあるんですが、もう一つ財務諸表等規則というのがあるんです。この財務諸表等規則というのが、これが表示に関する規定が書かれているものだっていうことなんですね。だからこの財務諸表等規則って何ですかということで、これは表示に関するルールを定めた、表示に関するルールを定めたものなんですね。で会社法の場合には会社法施行規則がありますね。ここに表示の規定の仕方が、表示の規定について書かれているということになりますね。はい、ということで、まあのちょっと、まあ、前のページからの続きになりますが、金融商品取引法と会社法というのはちょっと見てるところが違うと。金融商品取引法は我々投資家ですね。金融商品取引法は我々投資家から、会社法に関して言うとどっちかというと債権者でね、どっちかというと債権者の方に寄ったような見方をしていると。この2つの法律ですね、金融商品取引法と会社法という2つの法律があるので、ちょっとそれぞれがどういう違いがあるかということはちょっと軽く復習しておいていただきたいところなんですね。はい、で今日残りあと20分なんですが、最後のところで会計工事にちょっと次のページにかけてということで、でこれ、まあ、ほとんど出たことないんですが、ただですね、皆さんが受験予定の2024年ですね。で2024年はちなみに今の現行の試験員が多分交代しません。そのまま続くと思われます。まあ、絶対ではないですが、今までの慣例から言うとそういうことになるんですね。で、あの今の試験員が多分2024年はそのまま残ると思うんですが、そうなると意外とこの会計工事はあの軽く扱えないと思いますんでね、ここはやっといた方がいいと思います。会計工事。ちょっと今日最後のテーマになると思うんですが、で会計工順というテーマについてお話をします。でちょっと一旦下がっていただいて、ここはあの実践でアンダーラインをつけたので、これはなるべく正確に覚えてください。会計工順とはという定義なんですが、で会計工順とは企業会計が制度として成立するための基礎的前提ないし過程と言うと、つまり会計工順というのは、会計工順というのは企業が、まあ、やってる会計、企業会計というのはね、企業がやってる会計のことです。企業会計が制度として成り立つための当たり前の話、基礎的な前提あるいは過程なんですよ。当たり前のことなんです。だからちょっと上に戻っちゃいますが、会計工事っていうのは3つあるんですが、一番下で支えている当たり前のことなんですね。で、だんだんこう上に上がってくると具体化されるというようなことなんですよ。だから会計工順から会計原則、会計原則から会計の手続き、上に上がってくるとだん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 具体性を持ってくるという、ね、だから今日最後にこの一番下ね、この会計工順ということで当たり前の前提についてお話をしていきたいと思うんですね。でこれは今理解しなくていいです。継続企業、これは説明しますけど、ね、継続企業の工順というのがあるんですが、それから費用配分、そこから、減価償却という手続きの方に移っていくんですが、まあ上に上がってくるとだんだん具体性が出てくるという、ね、で今日最後に会計工順ということで、
一番下ですね、会計公順ということで、企業会計が制度として成立するための基礎的な前提、あるいは過程を言うんだと。当たり前のこと、当たり前のことだね。でこれ3つあると言われてるんですよ、会計公順で。一般的に企業自体の公順、継続企業の公順、および貨幣的評価の公順と。でちょっと次のページなんですが、14ページ目ね、企業実態の公順ということ でちょっと読んでいきます。企業実態の公順とはということで、企業会計上企業という経済的主体をその所有者とは別個独立のものと見るというまあ考え方を言うと。で所有主ということで書いてあるんですが、所有主は株式会社でいうと株主なんですよ。ですからちょっと書いておきますが、株式会社でいうと株主ということになります。まあ、株主ですね。はい、で、まあ、企業をという経済主体をその所有主、まあ、株主ですね、株主と別個独立した存在として見ていこうと。ということなんですね。ちょっと下がっていただいて、ちょっとイラストで説明すると、企業と所有主、株主ですね。なんで株主のことを所有主っていうのかというと、株主がお金を出して初めて企業というものが活動できるんですね。だからちょっとカメラ切り替えちゃいますが、この企業ですね、例えば私普段三井住友銀行を使ってるんですが、例えば三井住友銀行という銀行があって、まあ、毎日毎日活動してるんですが、それは株主がいるから、株主がお金を出してくれるんで活動できるんですよということになるわけなんですね。ですから株主がお金を拠出してくれる、お金を出してくれる、株主がいて、株主がいて初めて企業というものが活動できるということになるので、だから、企業の、まあ、実質的な所有者っていうのは株主だって言われてるんですね。株主です、株主ですね。企業はその所有主、株主とは別個独立な存在として考えていこうと、まあ、いうことですね。でなかなかちょっと説明が難しいんですが、例えばですよ、ちょっと話少しそれちゃうんですが、例えば三井住友銀行ってあるじゃないですか。ありますよね。三井住友銀行っていうのは目に見える存在ではないんですね。いやちょっと 何言ってるの先生、何言ってるの。三井住友銀行あそこにあるじゃん。多分皆さんが指さしているのは三井住友銀行じゃなくて、三井住友銀行の多分建物のことを言ってるはずなんですよ。三井住友銀行というのは実体がないわけなんです、本来は。だから目に見えないですね。だから例えば裁判所になんか銀行が訴えられると、銀行が訴えられても三井住友銀行なんていう銀行が法廷に立つということはないんですよ。ですから銀行というのは皆さんが多分、いや何先生、三井住友あそこにあるよって、そこにあそこにあるって多分皆さんが指さしてるのは銀行が持ってる建物のことを多分言ってるんですね。三井住友銀行という銀行自体は実体を伴ってるものじゃないんですよ。でもそんなことを言い始めるとめんどくさいやつだと思われるじゃないですか。だから三井住友銀行というのはあたかも実体を伴ってるように扱いましょうねと言ってるだけなんです、会計上は。だから三井住友銀行の資産が例えば何百億円ありますよとか、三井住友銀行が抱えている負債が何百億円ありますよと、普段我々普通にそういう言葉使ってますよね。なんで使ってるかというと、企業自体の公順があるからなんですよ。です企業自体の公順ということで、先ほどちょっと上で触れたように、企業という存在をこの所有主、所有者である株主とは別個独立したわけで考えていきましょうという、そういう見方がもう当たり前になってるわけです。だからこの企業というものをあたかも実態を伴うような存在として扱っていいでしょって言ってるわけです。そんないちいち実態を伴うものじゃないんだけども、目に見えるものはものじゃないんですよと、そんなことを言い始めるとめんどくさいので、だからもう我々が普段会計というものを考えるときには、企業という存在を株主とは、まあ、所有主ですね、所有主である株主と別個独立した存在で、もう企業というものを実体、もうこれだけで実体を伴う存在として認めましょうねと言ってるわけです。
そのことによってどうなるかというと、例えば三井住友銀行が持っている資産がいくらありますよとか、三井住友銀行が抱えている負債がいくらありますよとか、差額で純資産を計算できるんですが、純資産がいくらありますよとかということを我々は普段普通にそういう言葉を使ってるはずなんです。でそういうふうに できるようにしときましょうねというのは企業自体の工事なんです。だから当たり前でしょって話です。会計工順というのは当たり前のことを言っているんですね。ということなんで、企業実態の工順というのは企業会計、企業がやっている会計を考えるとき、企業会計ですね、企業が行っている会計を考えるときは、企業という存在自体を所有主である株主とは別個独立のした存在として見て考えていきましょうねというのが企業実態の工順と言います。そのことでどういうふうな、まあ、効果が現れるかというと、企業自体の工順というものがあるんで、企業の資産と企業が抱えている負債とか、そういう言い方ができるんですよ。つまり企業自体の工順というのは、会計において計算を行うためには、その前提として会計の対象を特定の個別経済資産に限定しなければいけないという工順なんだと。だから三井住友銀行の資産だとか三井住友銀行の負債ということで、個別の経済資産に限定して会計というものを考えておいてくださいねということになるわけなんですね。でもうちょっと付け加えると、例えば三井住友銀行がいるとあると、でこれ法人格っていうのを持ってるんですね。法人格というものを持っていて、株式会社っていうのはみんな基本的に法人格を持っている。法人格を持つということは、それ自分自身が権利義務の帰属者になっちゃうんですよ。自分で名前が、会社として名前があるから。だから本来は株式会社っていうのはそれぞれが法人格持ってますんで、誰のものでもないんですね。自分で名前を持って、自分自身で名前持ってますんで、権利義務の帰属者になる。ただし実質的には株主が出資してくれないと経営ができないので、株主という存在が必要なんです。だから実質的には株主が会社の所有者だと、まずそこまで覚えておいてほしいんですね。株主、この株式会社、まあ、どこでも、別に三井住友銀行じゃなくていいんですが、まあ、どこでもいいんですけどね、株式会社というのは本来は法人格があります。法人格があるということは、その会社自身で権利義務の帰属者になっちゃうんですよ。ということは、会社、株式会社というのは本来は自分自身で動けるわけですね。権利義務の帰属者になって、だから誰のものでもないわけです。自分、まあ、あえて言うと自分のものなんですね。自分は自分のものみたいな形になっちゃうんですね。ただ株主がいないと経営というのは成り立たないので、実質的には株主の所有物なんだというふうになってるんですよ。実質的には。で実質的にはこの株式会社というのは株主の所有物なんです。でもそこを今分けて考えておいてくださいねと言ってるわけです。これが企業実態の工順で、まあ、実質的には株主がいないと会社って経営できないので、実質的には株主が会社の、この会社というの、この会社というのは株主の所有物なんです。実質的には。ただ会計を考えるとき、企業会計を考えるときは分けといてくださいねという、いちいちそんな説明するのめんどくさいので、分けといてくださいねと、株主と会社というのは、株式会社というのはお互い別個独立した存在として分けといてくださいね。だから企業資産だとか企業の負債だとかっていう表現を普段我々は使っているわけですね。例えばどこの会社でもいいんですが、例えばトヨタですね、トヨタの資産がいくらとか、トヨタの負債がいくらあるとか、それはすべて企業実態の工順というものがあるから、そういう表現を使っているわけです。企業というものを株主とは別個独立した存在として扱った方がいいんですよと、都合がいいので、そういうふうにして考えていきましょうということですね。企業実態の工順と言います。あと2つ目の会計工順なんですが、継続企業の工順。で継続企業の工順というのは、企業が継続しないという反証がない限り、会計上の評価や処理は全て開催や生産を前提としない継続企業という立場から行われるという前提なんだと。つまりもう会社がもう継続しないんだと、もううちの会社、もうダメですと、もううちの会社潰れますというような、そういうような状況にない限りは、ずっと会社というのは、まあ、半永久的にと言ってもいいと思います。半永久的に企業はずっ
っと継続するという前提で企業の会計は考えてくださいねということなんです。これが継続企業の好循、まあ当たり前ですけどね、当たり前なんですが、継続企業の好循ということで、継続しないんだという反証がない限りはずっとこれから企業の活動は継続するということで考えてくださいねっていうことね。ただちょっと次のページ、そうすると一つ困ったことがあるんですよ。次の15ページ目ですかね。で、継続企業の好循ということで、継続企業の好循によると、企業が永遠に継続すると仮定されるため、企業の財政状態、経営先及びキャッシュローの状況を明らかにするには期間を区切んないとダメなんですよということになっちゃうんですよ。というのは、例えば財政状態、経営成績、あるいはキャッシュフローの状況ですね、これを我々外部の利害関係者に報告をしないといけないですね。あと、どのタイミングで報告するかっていう問題が起こっちゃうんですよ。というのは、継続企業の好循ということは、ずっと企業の活動が継続していっちゃうわけですね。それから50年後も100年後も150年後も200年後もずっと企業っていうのは続いていっちゃうんですよ。そしたら財政状態とか経営成績、キャッシュローの状況っていつ我々に報告してくれるんですかっていう、そのタイミングが問題になっちゃうんですね。そこで継続企業の好循というものがある、ずっとこれから企業の活動というのは半永久的に続いていっちゃうので、どこかで人為的に期間をこう区切っていって、その財政状態だとか経営成績だとかキャッシュローの状況を報告するということが必要になると言われているんですね。だから人為的に期間を区切って、会計期間ごとにこの財政状態、経営成績、キャッシュローの状況を報告しなさいねっていうことになっちゃいます。例えばこんな感じ、まあ、4月から3月の1年間でもいいんですが、もうここでこの後もずっと会社は続きます。会社はずっと続くんですが、どっかで区切らないといけない。で、この例えば3月末で区切っていただいて、これが会社の決算なんですね。で、これは人為的にここで区切ってしまう。要するに強制終了をかけて、会社が決算ね、会社が決算やって強制終了をかけて活動結果を報告するということが必要になるということなんで、ちょっと上に戻っちゃいますが、企業会計というのは企業活動が将来いつまでも継続することを前提とすると。ただそうすると、そうやって考えちゃうと、いつまでも活動結果を報告することができないんですよ。ずっと会社が続いていっちゃうから。そこで人為的に会計期間を区切る必要があるんですね。ここで一旦強制終了をかけて会計結果を報告するという必要が出てくるんだということですね。はい、まあ、そこまで覚えておいてください。はい、では最後3つ目の会計好循ですね。貨幣的評価の好循ということで、貨幣的評価の好循というのは、企業会計における測定尺度としては一般に貨幣数値が用いられるという前提である。還元すれば企業が会計行為、すなわち記録測定及び伝達を行う際に貨幣を尺度として用いるということであると。はい、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば土地を持ってます。会社が土地を持っていて、このどれだけの会社がどれだけの土地を持っているかということを我々外部の利害関係者に報告するときに、例えば何平米という測定尺度は使わないんですよ。面積ですね。面積ではなくて貨幣的評価の好循ということで、全て金額で評価をしてくださいねと。だから例えば会社が持っている土地ですね、会社が持っている土地に関して言うと、何平米とかそういうふうな面積ですね、面積だとか、まあ、大きさというか広さというか、それを表す単位は使っちゃダメなんです。そうじゃなくて、何円で、円で例えば1億円の土地を持ってますとか2億円の土地を持ってます、何円で評価をしないとダメなんですよと。貨幣的評価の好循ということで、企業会計というものはまず記録したり計算したりで、我々投資家に伝達をするんですが、それらは全て貨幣というものでやってくださいね。だから何円ということで、何円という円を使って表示してくださいねということになるんですね。でないとやっぱり分かりにくいんですよ。まあ分かるかなと思うんですが、例えば広さを書かれてもどれだけの価値があるかって分かりませんからね、我々投資家としては。ですから我々投資家が財務諸表を見たときに、例えば土地ですね、例えば土地についてその広さでね、その土地の広さを書かれても分からないんですよ。何が分からないかって、価値が分からないと。
ということなんで、そういうふうな表記の仕方はダメなんです。そうではなくて、貨幣的評価の高順ということで、お金で全て何円ということで、お金で全て記録しておいてくださいねって、記録して計算して我々に伝達をしてくださいねということになります。ただそれは、まあ、見方を変えれば、貨幣的評価の高順によれば、貨幣で測定できない事象に関しては会計上認識することができないことになるんだと。で、貨幣で測定されない事象って何かというと、例えば従業員の価値なんかですね。例えば、うちの会社朝朝礼を開いて、社長がですね、従業員を目の前にして、我が社にとって皆さん一人一人がかけがえのない財産なんだ、だから君たちも頑張ってくれたまえ、なんていうことで、例えば朝ですね、朝うちの社長が朝礼でみんなに、葉っぱをかけると、例えば従業員一人一人に対して、君たちが我々このうちの会社にとってかけがえのない財産なんだ、なんて言ったって、一人一人の従業員に対して財産的価値というものを決めることができないんですよ。例えば山田さんは、そうだな、1億5000万ぐらいかな、宮下さんは、2億6000万ぐらいかな、川崎さんはね、3億8000万ぐらい、そんなことはできないわけですね。ですからいくら従業員一人一人が我が社にとっては財産なんだ、なんて言ったって、その財産的価値というものを金額で評価できませんから、そうするとそういう従業員の価値みたいなものは会計の対象から除かれるということになってしまうわけなんですね。あくまでも会計というのは全て何円ということで、貨幣的評価の高順がありますから、何円という円で評価をしないと、評価ですね、貨幣的評価ということでお金で評価して、全てお金で記録して、お金というもので記録して計算していって我々に伝達をするということになるので、従業員の価値みたいなものは会計上はそういうものは会計の対象の中からは除かれてしまうということになるわけなんですね。ということで、同控除が必要とされる理由は、今日は企業家が分配可能額が課税所得の計算を重要な任務としているからであるということで、株主に配当すると、まあ株主さんたちに配当という形でお金を分配する。だから税務署に行って税金を納めてくる。基本的に全部金銭なんですよ。だから税務署に行って税金を納める。これも全て金銭です。これは株主さんたちに配当という形でお金を分配する。これも金銭なんですね。全て金銭で動いているということになるので、やっぱり金銭でお金で評価しないとダメでしょうということになるんですね。お金で評価をして、でその評価をもとにいろいろと税金を納めたり、配当株主に配当を納め配当を配ったりということが必要になったりします。あるいは我々投資家ですね、我々投資家が株式投資の判断をするときも、やっぱりお金で評価してくれた方が分かりやすいんですよね。さっき言った例えば土地ですね、土地なんかも広さを言ってもらっても分からない、どれだけの価値があるかって分からないので、やっぱりお金と貨幣でね、貨幣で評価をするということになるんですね。ということで、今日はここまでになるんですが、最後会計高順ということで、全部説明したことに関して言うと当たり前のことなんですね。当たり前ですよということで、企業実態の高順、それから継続企業の高順から最後に言った貨幣的評価の高順、この3つの会計高順と言われてるんですが、どれもですね、どれも当たり前、会計をやってる人たちから見ると当たり前のことなんですよね。会計高順、基本的な前提なんだということで、当たり前のことですよということで、さっきも言いました、この会計高順が直接出たなんていうことはほとんどもう記憶にないです。ただ、現行の試験員を考えると多分2024年も同じだと思いますんでね、あんまり軽く扱わない方がいいかなと思いますんでね、会計高順、当たり前のこと、基本的な前提なんですけどね、会計というものを考えるときの当たり前の前提なんで、一つ覚えておいていただきたいなと思います。で、
教科書はここまで。であとは、別冊で、効果系会計学というものがあります。で、今日話してきた内容に関連して、効果系会計学ですねの、番号もあります。ただ、今すぐ読む必要もないだろうなと思いますけどね。少しずつ会計に慣れてきてから、その該当するような効果系会計学ですね、重要度も全部ついてます。重要度でね、重要度の特に高いところダブル A とかシングル A とかって、ついてたりするんですが、比較的重要度の高いところをですね、復習していただければいいのかなと思います。で、ちょっとこれであと一言だけでおしまいにしたいと思いますが、またこの講座の最後のところで、またできればお話ししたいなとは思うんですが、皆さんはおそらく他の科目の先生から言われているんでそうしているのかなというところもあるんですが、効果系会計学、要するに効果系ですね、効果系の方にどんどん勉強の中心を持っていっちゃう人がいるんですね。で、他の科目だったら民法とか経済学だったらそれでもいいのかもしれませんが、会計学でね、皆さんが今日からスタートしている会計学に関して言うと、効果系会計学というのはどっちかというと辞書代わりという位置づけの方がいいと思います。ですから別冊の効果系会計学は別に無理して全部覚える必要はないです。無理して覚える必要はないので、ですから効果系会計学はどっちかというと辞書ですね、辞書代わりに使っていただきたいような教材で、別に無理して覚える必要はないかなと思いますんでね。とりあえず教科書の方をアンダーラインついているところがありますので、教科書のところ、今日扱ってきた内容をちょっと記憶から離れないうちに、なるべく近いうちに復習して、でまた次回の講義に臨んでいただいて、効果系会計学は他の科目ですね、他の科目だと結構そっちをどんどんやってくださいねというふうに強く押されているのかもしれませんが、会計学に関して言うと効果系会計学はあくまでもこれはサブという位置づけで、どちらかというと辞書代わりぐらいの位置づけで全然問題ありませんので、ですからそんなに向きになって効果系会計学を一生懸命こうマーカーつけたりアンダーラインつけたりというそういう必要はないということなので、効果系会計学はあくまでも辞書代わり、どちらかというとテキストですね、テキストのアンダーラインつけたような表現を少し繰り返して覚えておいた方がいいのかなと思いますね。どっちかというと教科書ですね、テキストの方のアンダーラインをつけたところ、その辺を復習する際には、よく勉強しておいていただきたいなと思いますのでね。効果系会計学は別にそんなに少なくても今すぐ手をつけるような教材ではないと思いますのでね、とりあえず教科書の方を中心に覚えておいていただきたいと思います。ということで、今回ですね、第1回目の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。